皆さんこんばんは。毎年恒例となりましたワールドカーリングツアー軽井沢国際カーリング選手権2019、今年もここ軽井沢アイスパークでその熱戦が繰り広げられます。ここからは YouTube ライブ信州スポーツ一刀両断をご覧の皆様にも試合の様子をお伝えしていきます。ドロー4、男子の2試合目となります。ここから行われますゲームです。大会初日男子の2試合目、これからお伝えしますのは C と B のゲームということになります。チーム諸角対チーム H 松村、この試合をお届けいたします。解説は長野県カーリング協会広報普及委員長でもあります土屋長尾さんです。土屋さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。土屋さんも解説、男子の1試合目、はい、行われましたけども、雰囲気、ゲームの流れご覧になっていかがでしたか？いや、世界のトップチームと争うところを見てね、はい、本当にこのアイス、出来たてのアイスをね、みんなこう読んで、いいゲームやってましたね。はい、いや、本当に盛り上がってますよね、はい、初日から本当に多くのお客様に集まっていただきまして、いや、本当に平昌オリンピックの効果ありで、女子がメダル、男子が20年ぶりの出場ということで、はい、本当にカーリングがね、人気でできて、本当に見るスポーツになってきましたね。それを伝えられるというのもなんか喜びを感じますよね。そうですね、はい、ぜひ今日のゲームも期待したいと思います。この後まもなく試合開始という予定になっております。チームの紹介、メンバーの紹介も今終わりました。お届けいたします。 C と B、 チーム諸角 TM 軽井沢対チーム隼人松村イグナイツ長野のゲームとなります。先攻がチーム隼人松村、後攻がチーム諸角という形になっています。試合開始の合図がありました。チーム隼人松村から先行です。リードは海秀、21歳の若い海からこのゲーム第1投が投げられています。はい、先行ですので、ね、最初セール通りにハウスの中で
ドローですね。これでまずはハウスの、リンクの状況を調べる、はい、そこから始まります。まあ、チーム隼人松村はこれ初戦ですからね、はい、まずはしっかり入れてきました。もうかなりドンピシャって感じですよね。そうですね、あの上と合ってますね、はい、でチーム諸角はもう初戦やってますので、はい、アイスの状況ほぼ分かっています。ですからもう1エンド目から攻撃、コーナーガードを行ってでもう1エンド目から攻める、複数得点を狙っていくという感じですね、はい、リードの諸角康介、コーナーガードを狙っていきます。ほぼ狙った位置に来ましたね。まずはコーナーガードを置いてきたというチーム諸角 TM 軽井沢です。はい、ここで松村は一つ入ってますので、はい、その前に置いてガードを置いてくる、で中の人を守りながら、はい、このオフェンスにちょっと切り替えるという形ですね。チームの松村リバウンドの方からゆっくりと曲げてくるような感じです。このセンターライン上に来ますね。少し守って、これも狙い通りですね。いいショットです。しっかりと隠れました。リードの甲斐、次のこの諸角のショットは、はい、中に入っているナンバーワンの黄色のところにフリーズぴったりつけてくれるという形ですね。から前の黄色いガードを回り込んで、つけたいがちょっと強いか、少し強かったね。でもいいショットです。まずバットという格好ですかね。ちょっと表情がね、はい、ちょっと強かったなみたいな顔になりましたけど、まあ、まずまずという位置でお互いのリードが投げ終わりました、はい、チーム隼人松村セカンドは石澤玄也。でも赤い人見えてますので、はい、これはテイクアウト、黄色を回り込んで中の赤を押し出す、赤を押し出す、赤を狙ってきて、先ほどクラウデイトもしっかり強め、良さそうですね。しっかり上がっただけ、もうヒットできました、うん、そうですね。ガードの後ろに黄色を2つという格好になっています。はい、石澤がしっかり決めてきました。チーム隼人松村対するチーム諸角、セカンドは唯一の20代です、宿谷亮太郎、はい、ここからテイクアウトできますので、はい、まずガードをクリア出しながら中のストーンも狙ってきます。まっすぐ行く、モーション決まりましたね。ダブル決まりました。2つ出ました。ただ自分の投げたストーンが、ね、残ってしまいましたね。なるほど、これが、ね、もうちょっと動いてればいいんですけども、少し黄色を隠すような形になってますよね、はい、セカンド西澤、隼人松村、チーム隼人松村のセカンド西澤の2投目です。今狙ってるのはナンバーワンの黄色にまたフリーズ、ハウスの中にワンツーを作るということになります。左側から回り込むようなそんなフリーズショット。さあどうだ、ちょっとこれも早いかな、ちょっと早いね。を超えていきました。ハウスの外までちょっと行ってしまいましたね。まだやっぱりゲームの馴染みというか氷の読みという面では、そうですね、まだね初戦ですからね、まだ読み切れてないところありますね。さあ諸角は、はい、自分の赤いストーンを使って中の黄色を出すプロモーションテープ、これはランバックという感じですね。宿屋の2投目、これ惜しいですね、当たりませんでした、うん、後ろの球には当たらず、ね、まず前のガードをクリアする、これが、ね、一番大事です。まずこれ最低限のことはしてきたと、はい、
という形で、今は赤いコーナーガードが1つという形で、そこに追っていく形でしょうか。松村は、ナンバーワンのガにガードをしますね。ナンバーワンに対してガードを、はい、センターライン付近に置いてます。チーム松村、サードの佐藤瑠衣です。左手の方から回り込んでガードを置きに行きます。しっかりナンバーワンの前に来た、決まりましたね。いいですね。しっかり隠れた。まず納得の表情を浮かべていました佐藤で、多少見えてますので、はい、今足にポンポンとブラシを塗ったような審査しましたね、はい、これがあのハック、あの蹴り台ありますね、黒いところ、はい、そこのところで止まるようなゆっくりな速さで、相手のストーンを出すっていう。なるほど。ハックウェイトっていうところで呼んでます。はい、おなじみのサード岩井雅樹のゲームの最初のスロー、当たってしまいました。ガードの黄色に当たってしまう格好です。やっぱりウェイトが遅いとよく曲がるんですよね、はい、ですからその幅とそれを、ね、あの強さ、この加減が難しいんですよね。まだまだあの初戦1エンド目ですから、はい、まあ、ちょっと読み切れなかったというところですね。ガードは少しずれています。今少し当たって見えているので、はい、またもう一つガードが起きている。なるほど。前に2つ置いて、2つのガードで中のストーン1つ自分の黄色を守るという形です。サードの佐藤瑠衣の2投目、先ほどは見事なガードストーンが起きました。ここってきます。ガードを作りに行きます。これも良さそうですね。少し曲がってしまうかな。やっぱり曲がりましたね。ちょっと曲がりました、うん、今ね、この足本当に曲がるので、うん、その曲がり対策ですね。なるほど。やはり少し見えてますね。これ見えてますので、先より、ね、少し強めの少し速いストーンでいきます。サード岩井の2投目です。いいえ、軽いぞ。先ほどと同じような軌道を描いていきます。良さそうですね。ガードをパスしてしっかりと出しました。少し内側に動いたので、はい、今度は相手は少し今度はテープしづらい。ただ見えてますので、これもやはりあのゆっくりの上と、はい、このハッピーウェイトぐらいの強さで投げる形ですね。曲げながら相手にして出す。第1エンドもあとはスキップの2投を残すのみということになりました。スキップ2投、まずは先行隼人、松村のスキップです。松村隼人、今ブラシ、赤いストーンがすぐ横に置いてありますので、はい、これはね、ちょっと強めですね。もう弾いていこうと、はい、大会の1投目ということになります。少し早く見ると、はい、曲がりを防いでしっかり中のアイストーンに当てる。決まりましたね。当てる。しっかりと出しました。これでハウスの中に石はなくなりました。はい、センターに2つガードがありますので、後攻ですけども、これは相手のストーンを使って
センターで勝負しています。まずここで完璧なガードが決まれば2点チャンスですよ、ね、しっかりと黄色2つありますから、その2つの後ろに隠すストーンを置きたいというところです。スキップの諸角雄介。軽井沢国際はね、3度も優勝経験もありますし、そうですね、もう大ベテランですね。今この軽井沢スパークは約1メートル40ぐらいあるんですよね、はい、ですから、置きたいところからブラシを1メートル40ほど逃がして、でそこを狙って曲げて中に入ったところ、他のリンクよりもよく曲がると思います。本当に曲がりますね。でまた今回は速いです。普段このアイスパークは、まあ、我々バックラインという、ハウスの照明ラインから青い線、そこまでがバックホークという形で 3.8 ぐらいですが、今ね 4.2 と 4.3 で十分入りました。本当にゆっくりだそうなりますね。これ完璧なガード、完璧でしたね。かわして、カムアラウンド決まりました、はい、もう全然見えません。そうですね、もう左からも右からも全く見えないというような状況なんですが、さあどうしていくか。ここは2点取られないように、今の赤の前にコーナーフリーズという形で、ストーンを、赤いストーンにくっつける。それによって相手に1点与える。でこれもミスすると2点取られてしまいますので、これでピンポイントですから難しいです、はい、先ほどは TM 軽井沢スキップの諸角雄介の完璧なドローショットでした。対するイグナイツ長野スキップの松村隼人、狙うは同じような軌道を描いて相手ストーンにつけていきたい。スイープはしていないか。スイープが始まった。いいですね。ここからスイープをして伸ばして。スイープが強くなる。上がってきているぞ。さあ3人体制。伸ばしてきてどうか。ちょっと足りなかったですかね。今度ね反対側からドローで、今の黄色ストーンを一番入れれば、こっちに戻すには2点取れますね。もうちょっと外目から黄色よりも、センターにドローしてくると、はい、先ほどは完璧なドローショット見せた諸角雄介ですからね、はい、1点かここで決めればいきなりの2点複数得点ということになります。そうですね、初戦のチーム神田との対戦でも最初のエンドから複数得点を決めて試合有利に進めていたというのがチーム諸角、チーム軽井沢です。諸角選手の作戦も1年前から攻撃的に攻めていくというのが特徴なんです。そこで点数を複数点取るとそこからもう逃げていくという形が多いですね。先行逃げ切り、はい、左手側から曲げていくと、スイープが始まった。微調整して黄色よりも内側に入れる。大きな声が出ている。どうか。当たってしまうか。当たってしまった。曲がるんですね。ガードに当たってしまいましたので、これは1点ということになりました。チーム諸角。高校が始まりましたが複数得点はならず、まずは1点という形です。まあ、まだまだ最初のエンドですからね、氷曲がる氷に対してどのチームもまだまだ読み切れてないという格好ですかね。まず1エンド目の様子を見て、それから今までのショットの反省をして、それからのショットを決めますね。まあ、でもどちらのチームも、まあ、要所要所でしっかりとしたショットはありましたよね。ありましたね。その精度を高めていけるかと、はい、いうことになります。今度は先行後攻入れ替わって、未来の中の隼人松村、チーム隼人松村
村の高校という形になります。チームも大住はここで2試合目ですけども、はい、昼間の試合と、まあ、夜の試合の交流が違ってくるんですよ、ね、なるほど、はい、やっぱり僕らの感じ、はい、上にいるんですけどもやっぱり冷えは感じますよね、うん、今の方が。そうですね、だから若干滑り方、回り方が違ってくるんですね、まあ、それをまた読むっていうのが大事です。チーム1松村としては先行で相手に1点を取らせるというような形でしたので、はい、まず上出来なスタートですかね。ここで後攻を取って、複数で狙いに行きます。今度は先行になりましたチームカレーではチーム諸角リードの諸角康介東京の方が置いてきますが、センターガードと、はい、諸角先行です、センターガードです。これも先行の強いオフェンス、先行でありながら攻め、なるほど、やはり攻めの姿勢ということなんですね。そうですね、これがチーム諸角雄介の作戦という形です。チーム松村は、はい、本来のコーナーガードを行ってすごいんですけども、それすると相手に、ガード中に入れられてしまうので先にハウスに入れる、相手のガードを利用してその後ろに回り込んでカマーランドを狙ってきます。相手がセンターガードを置くならまずは入れておこうというような戦法を取ってきましたが、うまく回り込んで倒しました。いいところ、チームによってコーナーガードを作るか、はい、あるいは先に入れるかっていう、そのチームによってその作戦の考え方がいろいろあるんですね。なるほど、その中で自分たちが何を選ぶかってことがあります。その中でリードの回がいいところにドローしてきました。これは、ね、いいところに決まったので、中の人に出せないから、黄色ストーンの、ねこれもフリーズという形でぴったりくっつける、この前の自分の赤いストーン、これを合わせてで相手の黄色の前に来た、左から回り込んで強いか回らないかですが、通り過ぎてしまった。これだと相手にねテイクアウト簡単にされてしまいますが、うん、つけていきたかったんですが曲がりきらずティーライン上、今横のバンパーにポンポンと入ってましたね、はい、これねそのウェイトの合図でバンパーウェイト、後ろに、コマーシャルが入ってますよね、はい、緑色のところに、はい、そこのバンパーにドロップがいた、これはバンパーがいた、なるほど、で先でやったのは、ハックエイト、テイクエイトも5種類あるんですね。あ、そうなんですね。またいろんなショットが、出てきたら紹介します。あ、楽しみにしたいと思いますが、これはちょっとワイドか、ワイドって形で、はい、投げる時にブラシの指示よりもちょっと外に出してしまった。あ、はい、で曲がりきれないで抜けてしまいましたね。なるほど、その分ズレが出てという形でスルーになってしまいました。でカーリングもブラシの指示よりも外がワイド、はい、で内側に出たのがナローという形で、このナローだと、前のダブルに当たってしまいますので、はい、スイープしてもらわないようにという形で、いろんなそのショットでスイープするかしら。チーム諸角セカンドの宿屋が1投目、これはもう一投黄色の前に行きたい、先ほど諸角の2投目で狙ったような形だったんですが、はい、ちょっとガードストーンにかすめてでハウスの中前方の方に残るという格好です。今この松間の指示は相手の今投げたショットですね、これに当てて相手のストーンを弾き出して自分はハウスの反対側にドロー、ドロールさせる。なるほど、先ほどの第1エンドは左右両方使っていたような形ですが、この第2エンドは左側中心でゲームは展開しています。早いウェイトで、真ん中のストーンも出てしまったんですが、
赤いストーンが一つ残っている、ね、出しましたので、黄色いストーンはどうでしょうか。ハウスにかかってるかかっていないか際どいところですね。そうですね、ただ、今ワンと来てますので、はい、これでまたカムアラウンドで、ワンツーツー、ショット本当にちょっとミスですね。自分のスピン残したかったんですけど ね、 そうですよね、高校ですから残ってると2点3点取れるんですけども、ここからまた置いていく作業になります。そうです、チームゴロズミ宿営の2投目はちょっと弱かったのでもう、はい、スープやめて前に置いてきました。狙いとは少し違ったというようなところ で、 そうです、ね、まあ、ガードに重なるような形になりました。ハウスの中はティーラインの後方の赤いストーン、これがナンバーワンということになっています。でこのティーラインという横のラインよりもやっぱ前に置くといいんですけども、はい、やっぱ奥に行ってしまうと相手に利用されてしまう形で、できれば前に置く。カナーランドで西澤の2投目、このガードが2つありますので、はい、その裏に隠れればちょっと強いか、ちょっとここで相手ストーンを出して、後ろの赤いストーンを出しまして、あ、黄色いストーンは残りましたね。これで今ワンツーになってます。そうですね、左上の方もわずかにかかっているように見えますよね。ギリギリではありますが、ワンツーという格好です。ちょっとかかってるかかかってからによって、はい、作戦全然違う。そうですよね、はい、得点に絡むか絡まないかという話ですからね。サードの岩井正樹です。チーム諸積しっかり黄色いストーンをヒットして、自分の後ろに隠してヒットロール、これ反対ダブルが狙えるか。あ、ダブル来ましたね。ダブルになるか、しっかり出た。これでハウスの中が綺麗になりました。センターに石が2つでガードストーンという格好ですが、今はハウスの中にはありませんね。ありません。先行とすれば相手のストーンを出していれば相手に複数点を与えない。ですから、まず先行の勝負とすれば相手のストーンを出していく。本当に高校はそれをやってると点取れないので、はい、数をどんどん中に向けて複数点取るようになります、はい、このショットは、相手の諸積の2とガードありますけども、はい、そのストーンを利用してまた後ろに隠す。センターガードに隠れるようなドローショットを狙っていきます。サードの佐藤瑠が投げましたが、これはどうか。これが決まれば2点チャンスですよね。でもただちょっと強い、やや強いか。これもティーよく行ってしまいますね。ハウスの中には残りましたが、やや強め。やっぱり滑るんですかね。滑りますね。やや強めのショットが多いような気がしますね、今のところチーム松村。でこのショットもカムアラウンド、相手の黄色いストーンよりも前、しかもラインちょっとですね。こちらも狙うは自分たちの赤いガードストーンの後ろ回り込んで、ライン前と。ちょっとティー上センターに置きたいですね。それを狙ってきています。ここから伸ばしてスイープして伸ばしていけるか。来ているぞ。これも。いいショットですね、決まりましたね。これはいいショットになった。ちょうど T ゾーンの前、センターガードに対してはどうか。隠れてますね。かなり隠れているという状況ですね。かなり隠れてますね。出せませんね、はい、赤いストーンがナンバーワン。サード佐藤瑠衣の2投目です。チーム1松村、これはいいショット決まったので、やはり赤いストーン前に置いて、これもフリーズ
後でそのストーンを叩いて相手のストーンを抜いて2点3ポイント。さすが岩井が投げたようなショットを狙ってフリーズショットを狙っています。まずはこれにぴったりつけたいところだけど弱い、ここちょっと足りなかったか。でも先ほど強かったので、そうですよね、少しねその辺の調整が加減してしまいましたね。うまくいかなかったという形で離れたセンターに一つということです。さあ残りはあとスキップ、諸角雄介、松村隼人の2投となります。チーム諸角としてはどうしていきましょう。はい、今ナンバーワンありますので、そこにまた、フリーズ、あるいは少し強くして、今のナンバーワンのストーンをちょっと押し込んで、はい、でしかも自分のストーンが押し込んで1になるか、2になるかというところですね。はい、動かす動かさないどちらにしてもワンツーを作りたいという形ですね。はい、少し動かす形でピタリくっつくか動けばワンツーと言いますね。ちょっと弱いとガードのみという形です。スキップ諸角雄介の1投目、チェンドではいいドローショットがありました。早くもスイープが始まっている。少しずつ近づいてきている、ガードは越えていって、ここから曲がるかどうか。フリーズ多いですね。これで今当たって止まったので、黄色と赤石とどちらがナンバー2なのかですね。はい、うん、どうでしょうね、微妙なところですが、ワンツーまで行ってますかね。多分ツー行ってますね。狙い通りですね。しっかりとフリーズして、しかもワンツーを取ってきたというような形。さあどう攻めるか、早田松村チーム、早田松村ここは多少見えてますので、はい、今の、ナンバー2の人に当てて、はい、でナンバー1を押し出す。ちょっと幅を取ってますので、ウェイトは遅いウェイト。今足ここだったのでバックウェイト。そうで、ナンバー1を出していくと。細めですから曲がりますので、そこは要注意ですね。スキップの松村隼人、高校です。1点追いかける、できれば複数得点が欲しいこの第2エンド。松村隼人の1投目入ってますので、曲がりかけてるか。シンプルこの段階で始まっているホックラインを超えて、さあそうですね、手さあ回り込んでから当てて、さあどうか、決まりましたね。ナンバーワンはしっかり出しました。これでナンバーワンが赤、チーム諸角、そしてナンバーツー、ナンバースリーが黄色、チーム早人、松村という形になりました。松村としては狙い通り、狙うべきですね。2つ同時にはなかなか厳しいような状況でしたからね。はい、しっかり1つ出すことができました。これ今考えているのは、ナンバー2の黄色、はい、それに当てて自分のストーンのヒットロール、より中心に近づけるということですね。なるほど、そして自分のストーンに隠すという形になるんですよね。はい、出しつつワンツーを作りたいというようなチーム望み。これが決まれば先行で2点スチールの可能性もあります。ナンバーワンは
を持っているという状況ではあります。チームモロズミ、スキップモロズミのラストショット、足元のショットの水玉模様がなかなかおしゃれですよね。そうですね、最近はこのパンツ、はい、男子もね、みんなおしゃれになってますね。昔はね、みんな黒の中だったんで、はい、暗かったんですね。決まりきった。今本当ね、場内がね、カラフルで明るいですよね、はい、さあ、真剣な表情、声が出ている諸角雄介、このラストショットはどうか。ヒットしてロールしてきて真ん中、ちょっと超えるかどうか、しかしナンバー、いいですね、ナンバーワン、ナンバーワンですね、これでワンツーできました。さすがでしたね。いいですね、決まりました。狙い通りのショットという形になりました。これで松村も1点取るしかない、うん、ですから、モーズビとすると相手1点取らせる、で取らせて次の回2点取ると、はい、松村としてはしっかりとドローを決めるしかないという状況ですね。はい、決めないと相手に、ね、2点スチールされてしまいます。ただバックストーンがありますので、多少強くても当たっておかねばいいですよね。ただそれを過信してしまうと、はい、ちょっと強くなってしまう。なるほど、ちょっと強いと回らないので、はいはい、抜けてしまうことがあるんですよね。難しいですね。難しいですね。ハウスの右側から狙おうという形ですが、この第2エンドはこの右側はあまり使ってないですよね。使ってないですね。ですから使ってる方はもう何度も投げるとすごい速くなってくる。投げないところは若干遅いと思いますので、その辺ズレが出なければいいんですよね。代わりにはストーン投げれば投げるほど速くなってくる。あまり使っていないが、あまり安い状況ですがどうか。スキップ松村隼人のラストショット、まだスイープはしていません。回り込んでスイープが始まった。力強いスイープから曲げてきてどうだ。そしてじわじわ寄ってくるセンターまで来た。来ました、ナイスショットです。しっかりドローショット決まった。しっかりと1点、チーム松村、チーム隼人松村が1点取りまして、1対1という状況。お互い高校の時に1点を取るという格好ですね、はい。まあ、先行チームとしてはまずまずという内容ですし、高校チームとしてもスチールされなかったという形ではあります。両チームはまずイーブンで1エンド2エンド終わりましたね。全くの今のところ五分五分という感じですね、はい。今度はチーム松村先行になります。チーム諸角が後攻です。やはりこの1エンド2エンド見たところ、諸角選手の方がウェイト幅、読み切っているところがあります、ね。まあ、多少ミスもありますけど、ね、はい。松村チーム松村の方がやはりこの曲がり具合だとかウェイト感覚の速さをまだ全然切れてなかった。そただそれを踏んで最後のショットをちゃんと決めてきましたね、はい。そうですよね。そういう状況でもありながらまだ1対1イーブンということは上々ですよね。これからね、どちらが先に複数点を取ってでいい展開を持っているか。まだ試合は膠着状態という格好です。チーム H 松村、イグナイツ長野、第3エンドに入っています。リードの回収、これで3エンド目ですので、はい。チーム松村も、センターガードを置いて先行でありながら、どんどんオフェンス、強いオフェンス、攻めていく先行で1点を取りに行くという作戦です。攻める先行という形でセンターガードを置いてきました。それに対してチームモロズミ、これも先ほど、2エンド目に松村が取った作戦と同じで、センターガードの後ろと先にセンターを締めてしまいます。ハウスの中を取ってしまいます。
これがうまく決まるともしかしたら第2エンドと同じような流れ、はい、先攻後逆になった同じような流れになるかもしれないですよ ね、 ですね。これもいいですね。しっかりと回り込んで、込んでファウルシーの中ティーライン前しっかりと置いてきました。まだ隠れていますね。ここまた同じ展開ですよね。ナンバーになったストーンにつけていく、つけていく。先ほどは先攻後逆でしたが、このような展開で両角としては1点を取らせた。松村としてはスイープさせなかったという形です。でしっかり込んで、どうでしょう、ちょっと弱いのか、ハウスの中に届きません。これは、ね、痛いミスです。これ痛いですか。相手に有利な形になってしまいましたね。センター縦に、ただガードが、ね、出されるということは先攻でも、手元のチャンスがあります。なるほど、まあ、出されてももう一つ残っているという形ですよね。モロズミ、モロズミ公式の2投目。ここはね、ガード2つありますので、チームモロズミはそのガードを利用して中に2つ入れてしまう、ワンツーつけてしまう。後攻のモロズミが中に石を止めていく展開に持っていくか。いいですね、これワンツーつけましたね。半分ほど隠れているような状況ですかね。後攻であっても、はい、セオリーはコーナーで最後使うんですけどね、あのこういうガードを利用して一戦取るってことが可能なんですよね。だけど3点もチャンスあるんですよ。ここまでリードの2投ずつ計4投投げましたが、ちょうど縦4つという形の並びです。チーム松村は非常に、嫌な展開になってますので、ここは自分のストーンを弾き出す、もう少し払ってしまおうと、はい、自分のストーンであればね、あのガードゾーン取り返してもいいですよ、はい、なるほど。まだこのゲーム5投目ということですが、自らのストーンならばということで、はい、まず西澤キャップに匂います。お、これをナイスショットですね。素晴らしい。センターガードを弾きながら中の赤い石一つ出しました。そうですね、ただストーンが少しセンターが外れて、はい、いるんですけども、2つガードの、そうですね、ガードストーンが2つという形、その真ん中のちょうど後ろに赤いストーンがハウスの中でナンバーワンという形になっています。またこのモズビセンター陣持ってくると、また中のストーンが出しづらく、ゴールが出ています。こうある黄色のガードストーン、真ん中を破っていきそうだ。もう一度追いかけてみれば、まあ入りましたね、ワンツー入りました。ただこれでナンバーワン見えてますので、はい、ここでヒットロールになってきます。ナンバーワンにヒットさせてという形を取ってくるか、チーム隼人松村。先ほど投げたのちょっと曲がりすぎたんですね。石澤の2投目です。今度は少し早いスロー投で投げないように、1人抜けてちょっと動揺しましたね。しっかりナンバーワンを弾き出して自らがナンバーワン、そして少しロールして、狙いは反対にロールしたかったんです、ね、なるほど、赤の後ろというのが狙いだったんですか。それでも半分ほどでしょうか、見えてますね、黄色のガードストーンに隠れているという形ではあります。ノーズピーからすると見えてますので、はい、これも少し、遅いウェイトで曲げながら相手のストーンを弾いて、でヒットロールで赤のストーン選択してワンツーつけるトロールの応酬というような形になっ
った。シーンですね、残ってしまった。これで今度は松村にチャンスある。なるほど。真ん中死んでということだったので、そのままステイ残りました。この攻防で先にヒットロー決まった方が有利ですね。なるほど。狙ってますね、チーム松村の方も、ね、はい、ナンバーワンにヒットさせて、そしてナンバーツーの赤の後ろに、今の赤の後ろに回り込んで、そしてナンバーワンを作りたいというような状況です。サードです、佐藤瑠衣。ミート感覚はどうか、やや強めのショットに見えます。ヒットロン決まれば相手に1点を与えるってことになります。んー、この強い、ちょっと覗いちゃうね。ロールが大きくなりました。反対サイド、ハウスの左側に大きくロールしました。ナンバーワンではありますが、ここにはガードはありません。見えてますね、簡単にテイクはできますね。 できればヒットローで赤の後ろに隠して、先ほど狙っていたというヒットロールですが、今回は逆サイド、逆ですね、逆サイドからのヒットロール。サードの岩井雅樹、難しいんですよね。難しいですね。本当にストーン直径30センチで、で芯から1センチ、2センチ、3センチ、そこにやってます。そこ決まりました。どうでしょう。決まりましたね。これナイスショットです。素晴らしい。半分ほど隠れた。完全にガードの芯隠れてますので。かなり隠れましたね。はい、ですから前のね、この自分の黄色ストーンを使って、またランバック、中の赤いストーンを弾いてくる。はい、これうまくいきますと中の赤いストーン出ますので、はい、それを狙いに行きます。佐藤、まずはガード、ガードに当たって、まずはガード1つ外して、ガードを外したという結果、中の赤には当たらなかった。紙一重ですよね。そうですね、数センチ、はい、でも物積はね、この前にはガードもあるんですけども、それよりももう一度中に入れてしまう。この黄色いストーンの後ろに隠すのをポンと置いたところに置いて、で弾かれても、2点を取る、そういう形になってます。ハウスの中に3つ、しかもバラバラに置いてあるという状況を作りたいという形ですが、差し位置見てるとナンバー2あたりでしょうかね。そうですね、ちょうど平行のところの黄色の直しハウスの左側から回っていくんでしょうか。ダブルテイクアウト2個かそれよりも場所がないで、3つあればなかなかしかいかない。そして最後2点を取る岩井の2投目、これをしっかり入れないと、はい、わちょっと弱いか、弱いね、諦めた。これはちょっと痛いですね。ラインを越えたところですが、ガードよりも前です。かなり弱くなってしまいました。ここ複数点とチャンスだったんだけども、ここで相手がダブルテイクを切ると、はい、ちょっと厳しくなってきますね。さあ第3エンドもスキップの2投を残すのみとなりました。今ハウスの中には赤いストーンが2つのみです。この2つをダブルでいきたいと。今ブラシでポコンと当てたところ、そこに当てればダブル2個出ますね。ダブルを狙いに行くという形でした。足に当たってしまうと赤いストーンがナンバーワンのストーンに当たって残ってしまう、はい、ですから芯よりも1センチどちらか左右にずらせればダブルできます。後ろの赤にも当たって両方のストーンが出ていくという形。これダブルテイクアウトができれば複数得点というのはかなり厳しくなるなってきます。ただガードがありますので、まだもう2投ありますから、1投カバーすれば、はい、カバーラウンドで隠せば2点のチャンスになります。これは
村選手がね、背は低いんですけどね、トレーニングして筋力がすごいんですよ。そうなんですね、はい、本当にね、試合前の選手紹介見てると、はい、かなり一人小柄だったんですけども、はい、元気が良くて、ね、若さも溢れてる感じだったんですが、はい、どうでしょう、このパワーショット、大きい声が出ている、はい、来たか、はい、どうしダブルテイクアウトとはならず、ちょっと悔しい表情ですね。キバナイト2点悔しそうな表情でした。対してチーム諸角、ここからスキップの諸角雄介、狙いとしてはどうでしょう、うん、先ほど決まなかったカマーランド、しっかりね、黄色を後ろに隠してで2点を取りに、先ほどの岩井が狙った左手からやや曲げてきて黄色いガードストーンがあります。ガードを左手にやって、はい、コーナーハウス右手には3つガードのような感じがあります。その1個被せば2点チャンスですね。あるいはこうガードがあると動きがあるんですね、うん、第1エンド第2エンドともにいいドローショットはありました。見えてしまうとダブルとかしっかりとしたと曲がりどうかっていい形で来ているぞ。これいいですね、回り込んだナンバー2内藤表情、野口美雄介、ただここでヒットロール、はい、先ほどはずっと狙っているショットですけども、ナンバーワンのストーン、ここで決まれば相手に1点を与える。ただこれね、失敗すると2点ですからね。なるほど、ヒットロール難しいですので、散々今日挑戦してますよね。松村隼人、今のナンバーワンの赤いストーンに当てて、で完全に赤いストーンを後ろに隠す、ロールさせていきたい。左のストーンが出て右のストーンの後ろ、相手にドローさせて相手に1点を与えて、先ほど1点にミスをしてしまうとヒットして、あるいはちょっとロールしたい場合だと簡単に出されて2点、ロールして隠してしかもナンバーワンが欲しいと、かなり難しいショットを要求されてますけどね。最後のショットで決めないと、はい、相手に複数点を与えてしまいますので、プレス内のスキップ宿命ですね、最後につながっていないというのは。さあどうか、松村彩斗、ウォーというコールに変わった、ここから角度強めながら、さあどうか、うん、あまりロールしない。今ね、もうちょっとボーが早くすれば曲がってるんだよね、遅かったね、うん、悔しい、ちょっと悔しいね、うん、今ショット、投げたショットが完璧だった。なるほど、うん、あとはスリーで調整して当てるポイント、その調整が少しずれた、その分ロールしなかった、そうですね、という形でこれは2点チャンス、ヒットさせて自分のストーンがハウスに残ればこれは複数得点2点ということになります。チーム終わらずに曲がるアイスというのが多分残ってますので、はい、どうしてもね、スイープしないと曲がってしまうというのがあるんですね。だからそこでテンポを遅れてしまう。なるほど、曲がる曲がるという意識が強すぎるとそれはそれで裏目に出ることもあるということなんですね。さあここは見えてますからしっかりテイクアウトしてしかも残す、で2点、ユースケとしてはしっかりと決めておきたい、それほど難しいショットではないように見えます。良さそうですね、しっかり決めてきました。これで複数得点、チーム諸角が第3エンド2点取りました。これで3対1という形です。この複数得点で少しまた試合が動いていきそうな感じです。そうですね、ここで少し諸角は有利になったんですよね、はい、2点、差がありますので、
やっぱりこの複数得点を取ったということでチームの戦法考え方というのも変わってくるんですかね。今度は勝ってますので、はい、難しいショットはあんまりしなくても、反対に負けてるチームは、ドロー、ガード、フリーズ、カンバランド、難しいショットを連続して決めないといけない。なるほど。それを決めないと手の手なのかもしれませんので、ですから一旦リードするとテイクを多めに使いますので、楽なショットが選べるので、なるほど、すごく有利になってきますね。ハウスに石を貯めない展開という形ですね。はい、時刻は8時半に迫ろうかというところなんですけども、まだこの軽井沢アイスパーク、多くのお客様が試合を見つめています。奇跡もあるからね。そうですよね、そうですよね、男子の夜の試合ですよね、はい、すごいですよね。数年前だったら考えられなかったですねもう本当に関係者がそれにいてね、本当に寂しかったんですけど、選手もやってる側も張り合いあるでしょうね。 ありますね、やっぱり、ね、スポーツ選手見られているというのは大きいですよね。日本では、ね、女子の仮の人気なんですけど、ね、はい、世界は、ね、本当に男子が人気がある。なぜかというとやっぱりパワーゲーム、パワーに力があるのでストーンを3個4個出すという形なので、相手のストーンを抜いて自分のストーンを残すという展開が多いので、見る方も男子の方がやっぱ面白い、まあ、女子もそう楽しい、面白いですよね。同じカーリングという競技でもありますけども、ちょっと違ったり、違うんですね。だから本当に今男子の皆さんのゲームを見るファンが多くなってるんですよね。またかなり群雄割拠という印象ですよね、男子に関しては、はい、特に国内チーム、はい、そうですね。その中にあって今シーズンから新チーム、はい、TM 軽井沢チームモラスミ、もう本当にいいチーム出てきますからね。今年結成して、もう8月にはワールドカーリングツアーのアズビックスカップも優勝してますし、ね、実績も残してます。世界に行って46位だったかなという形で、はい、ランキングを上げてますので、世界に通じるチームになってきます、ね。まあ、先月11月にはここ軽井沢で中部選手権長野トライアルでチーム軽井沢とイグナイツの直接対決2試合やって、はい、共にチーム軽井沢が勝利したと。そうですね、そこはもうチーム軽井沢が勝ちましたね。そういう意味では今日のイグネツ長野チーム早田松村リベンジ戦という形ではあるんですが、勝ちたいところですけどね。先行の松村、これはかかってないかな、かかってないでしょうか。今2投投げてセンターガードとコーナーですが、ハウスのやや外かというような印象のストーンです。今のカットでは、はい、テイクできますのでヒットして残す、はい、そのストーンがハウスに入らないので、はい、相手はテイクできないっていう、そういう選択ができたんですけども、はい、ここは入ってないので、もしガードを打ってますね。チーム早田松村この回の2投目です。コーナーガードという形になります。ここはしっかり強いオフェンスで2点を取りたい。2点を取ってまず3対3で追いついて、これ2点をしっかり後攻で取ることができればまだ全く五分五分になりますよね、はい、これが1点しか取れない場合には相手に攻撃を与えてまた2点取られてしまうと点差が開いてしまう。セカンドに移ります。モルズミチームモルズミ主権、今ガードセンターガードありましたのでその後ろに回り込んで押したいやってことですね。これでスイープで伸ばして、さあどうか、ガードはクリアした、来ましたね、このムナショットです。しっかりと回り込んで D ラインの前、ガードストーンの真後ろ、いいショットになりました。セカンドの宿屋、ここで5ブロックでここからテイクできますので、はい、まずはセンターガードですかね。センターガードを外しながらダブルも回りながら、あるいはヒットルームも回りながら、いろんなその一歩によっていろんな
あの形作戦がありますので、投げるコース、速さ、曲がり具合によって意識変えながらという形になります。やや強めのウェイトになりました。もうすごいダブルが回りました。ガードにヒット、ダブル決まりましたね。ダブルが決まった。自らのストーンはセンターやや右、モロズミは今の、はい、残ったその黄色ストーンの後ろに、ね、はい、アラウンド。先ほどいいドローを決めていた宿屋、先ほどと狙いは同じ、ストーンの色が変わっただけですが、しっかり回ってきている。ティーラインより前、ね、かなり隠れていますね。多少見えてますかね。少しは見えてるんでしょうか。かなり隠れてますかね。本当テイク難しいので、ここはまたフリーズです。しっかり回り込んだということで、チーム早田松村が狙うのはフリーズつけるショット。違って今度はゆっくりした、ちょっと幅広いか、強いか、曲がらない、強そうだ。これはまたミス、先ほどはいいショットになったんですが、今度はオーバー、うん、超えてしまいました。ちょっとまあドロー感覚が、はい、あのいい時と悪い時と安定しないという感じですかね。先ほどいいショット決まったんですけどね。そこで諸角は相手のショット失敗したので、今度自分たちがフリーズ。試合は第4エンド、サードに移っています。岩井正樹の2投目、狙うのはフリーズショット。スイープはまだ、ガードでもスイープはまだだが、じわじわ曲がってきてはいます。あ、これいいですね。フリーズショット決まりました。ナンバーはナンバー2という形です。これで赤いストーンテイクしても必ず1つは残りますよ。これは先行の諸角としてはしっかりハウスの中に石を貯めていける展開になっています。ここで、やはりハックウェイト、ゆっくりのウェイトで投げながら、なるべく相手のストーンを出すんですけども、自分のストーンもその赤ストーン前に置いて、でストーンが残れば、はい、後の展開で2点というチャンスがありますので、相手のものを出しながら自らは残しておきたい。当たってしまった。ガードに当たってしまいました。前のガードに当たってしまって、自ら投げたストーンはハウスの後ろに残ってはいます。ナンバー3という格好です。これでただセンターにはガードはなくなりました。でチーム諸角がどう攻めるか。ここはもうワンツーありますので、はい、もう一つガードを置いてくる。ナンバーワンツーを守るようなガード、これを作りたい。TM カレーザーはチーム諸角のサード岩井。先ほどは、ね、少しねじれてたんだけど、今完全に、ね、見えないんです。隠すガードします。下がりとでじわじわ近づいています。強いか。あ、でも来ましたね。うん、ピタリ来ましたね。しっかりと隠れました。岩井ナイスショットで、これは見えないので前からダブル。今置いた赤いストーンを使いながら
弾いていくと、あるいはトリプル3つ出します。これは松チーム松村の佐藤パワーショットが見られるか。これは速いウェイトできます。このあたりが男子のカーリングの見せば見どころという感じですよね。しっかり決めていきたい。強いウェイトできている。赤のガードを使っていく。弾いて弾いて決まった。ナイスショット。トリプル、トリプルテイクアウト決まりました。ナイスショット佐藤瑠衣。今のは素晴らしかった。いや、良かったですね、はい。これでハウスの中には T ゾーンより後ろ、ハウスの左手奥に黄色いストーンが1つのみという状況です。そしてゲームはスキップ。はい、森住は、相手のストーン出していけば相手に点を与えないという感じですので、しっかりテイクアウト。その時はヒットロールで黄色いストーンを選択したいですね。残りスキップ2投ずつですが、ハウスの中は黄色いストーンが1つのみ。ハウスの中のストーンめがけて大泉雄介、まずは相手のストーンを出して、まずは出した、ロールはしませんでした。あ、でもね、こう右奥ですから、はい、です。これでドロールしても右奥ですから、またあそこでフリーズできますから。ですから、その人をね、テイクしないで構わんで。複数得点は取りづらいという状況になってきているか。あのテイクに行くと、もう点取れないので、前のガードをね、構わらんだ。で、一つ隠しておけば相手のそのストーンをテイクに来た時にミスした場合に点取る。センター左にある黄色いストーンの後ろに回り込んでナンバーワンを作りたいという形です。イグナイツ長野チーム隼人松村、今画面右から投げますけども、はい、ここを投げるなぜかというとカバーランドした場合にちょっと見えてくる、はい、そのストーンをテイクしてきた場合に後ろの赤いストーン、はい、そちらの方に飛んでって黄色いストーンを残る、それも考えてますので、伸ばしてナンバーワンになって、ね、ガードの後ろをしっかり置いた。これ決まりました。しっかり置きました。狙い通りです。キップの松村隼人、センターガードの後ろ、ハウスの中、これがナンバーワン。さあチーム諸角、チーム軽井沢どうするか。わずか見えてるんですけども、これで今ブラシを入れてしまうとちょうど赤い方向に飛んでしまうんですね。そうすると黄色ストーンが残って、赤いストーンが黄色ストーンが残って点に点に当たる。自分たちの赤いストーンがあることで打ちにくくなる。そうですね、いい状況なんですね。で、前から狙いたいところなんですけども、やっぱそれもミスすると点に点に、私は狙っても難しい。で、直接狙いますね。で、強めに行きます、はい、強く投げて
で赤に当たっても赤が取ったしという感じですね。強めのウェイトで弾いて赤の方向に飛んでいっても赤もろとも飛ばしていくというショットを考えているチーム諸角。これは本当にピンポイントですね。もう吉野のところに狙っています。諸角の2投目、このエンドのラストショット、ナイスショットで諸角のパワーショットになります。まず前を壊せるか。センターガードに当たってしまいました。センターガードに当たってしまってナンバーワンは依然チーム早戸松村というような状況です。ナンバーツーはチーム諸角ですが、これを出すもしくは自分たちがドローしてナンバーワン、ナンバーツー、ナンバーワンもしくはナンバーツーになれば2点という形をもらいました。チーム早戸松村、イングライツ長野、2点チャンスで同点に追いつきましたね。ここはもう2点しっかり取りたいですね。あの代わりにも完全に構えらんで、はい、完全に隠すよりも少しちょっと見せる、はい、ここまでちょっとポイントなんですね。そうするとそこに狙って抜いていってる、はい、そうするとミスがどうする。隠せばいいというものではないですね。少し隙を与えると、はい、ここはしっかり決めていきたいチーム早戸松村。決めたいドローショット、ハウス右手から回り込んできて、この辺りにはガードはありませんし、しっかり来た。ナイスショットです。これでナンバーワン、ツーとなりまして2点。チーム早戸松村、イグナイツ長野も複数得点です。これでゲームは3対3、全くの五分です。後攻のエンドの際に諸角が1点、松村が1点を取ると、その後は複数得点、諸角が2点を取って、早戸松村2点を返してという形。いや本当にがっぷり四つですね。そうですね。今松川の1投目ガマランドが、ね、完璧なところに来たので、この諸角のショットが、ね、ちょっと来ました。ミスを刺さったという形になりましたが、いや非常に白熱したいい展開となっています。11月にゲームした段階では5対1、8対2と、まあ、あまり接戦という感じにはならなかったですけどね。想定して一月経って互角以上の戦いをイグナイツ長野、早戸、松村見せているという形です。松村チームね、はい、ちょっとミスは目立つんですけども、はい、でもポイントポイントでちょっと決まってますね。大事なところをしっかり決めてきている、はい、これもアスリートにとっては大事なところですよね。すチーム早戸松村から先行です。ここはセンターガードというショットになりそうです。はい、これ先行ですので、しっかりガードを置いてまたこの攻める攻めの先行という感じですね。取ってきますね。このチームバツナもやはりあの今仕事してますのでね、はい、あのなかなかチームが集まって練習ができないんですよね。特にこの松村選手は、自分もそうですよ。このアイスパークを務めてまして、はい、アイスメーカーやってましたね、はい、今責任感あってこのこれをね作る責任者になろうとしてますので、ね、その中で鍵もやりつつってことで両方ホームですからね。そうですね。慣れ親しい勝ちで対戦経験もある相手とのこのゲームということになっていますが、非常に白熱した接戦です。
両者リードの1投目は町村がセンターガード、諸角はコーナーガードできたと。今度はちょっと作戦を変えてきましたね。先ほどはここでカバーだったんだけども、はい、ここは、コーナーガードを置いてより強いディフェンス。ここでまた2点複数点取って、リードが変わってきた。先ほどまでとは違った流れになっていきそうな形です。今度はセンターガードの後ろに回り込んでいきたいんですが、ティーライン強く行ってしまうと相手に、ね、です有利に与えてしまう、でね、利用されちゃうんですね、はい、この辺りちょっとまず安定しないという面はちょっとあるかもしれないですね。チーム諸角は今ちょっと作戦変えて、本当は今入った黄色にぴったりつけるフリーズだったんだけども、はい、やっぱり記憶してしまうとまたつけられるということでちょっと変えて T 前にカマーランプ、その作戦に変えてきました。これまでだと2投目ですね、リードの1投目にしていた時のような形ですかね。そうですね、前のガードまだテイクできないので、利用して先に出してしまう。これ良さそうですね。ガードを回り込んで T 前に回りました。これ隠れました。完璧です。諸角康介、狙い通りのショットが決まっています。セカンドに移ります。はい、これも同じ、フリーズ、前の黄色をかわしてナンバーワンの赤いストーンにフリーズ。カバーランドが決まった後はもうゲームジョークからのフリーズショットという形、狙ってくるのはセカンド西澤。渋い表情を浮かべていたんですが、さあどうか。スイープは曲がってくるしたりしなかったりという状況で、曲がりはどうか。球を後ろに向きましたね。途中で切り替えてという形ですかね。ナンバーワンという形ですが、どうでしょう。で、ティーオークですので、はい、またフリーズ。ここはナンバーワンの黄色につけていきたいフリーズ、これを狙うショットになります。セカンドの宿屋、チーム諸角。チーム諸角はね、先ほどコーナーガードを置いて本当はサイドで勝負したかったけど、はい、あんまりにも優位な展開に働きそうだったので、ここは変えてセンターで勝負ですね。ちょっと強いか、ちょっと強いな。しきらずちょっと流れました。今度は松村にチャンスがありますね。松村は同じショット、ここフリーズ。ちょっと悔しそうな表情を浮かべています。宿屋、ハウスの真ん中付近に石がたまる展開ですが、そのうちの4分の3はティーラインより奥になります。先攻、隼人、松村のセカンド西澤2投目。先ほどやや強めだったんですが、これはどうか。今度4目に投げてスイープで持ってきます。そこから伸ばしてスイープでじわ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 迫ってきている。曲がり幅どうか。これ良さそうですね。しっかりとフリーズ、よいしょ。いいショットとなりました。これでナンバーワン、ツーが…ただここ、ティーオークですので、はい、またフリーズされてナンバーワン、相手にいたでしょうか。かなりハウスの中、中心付近にたまる展開になってきましたね。ラインがあまりたまってくると、今度はここにチャンス、大量得点のチャンスが入ってくるんですね。最初入ったことある。そういった、強いテイク、相手のストーンだけ弾いて、自分のストーンを残す、それが見えるのと。後半戦、
前半見てるとまだここまでたまる展開というのはなかったですね。ですね、ストーンを点数を取りに行くのでストーンを貯めていく展開になっています。ゲームが動きそうな第5エンドです。ここまでは3対3。赤いストーンフリーズ決まりました。これは完璧です。今度は決まった。先ほどと違って少し、ね、少しホッとした表情でしたね。宿屋先ほどは悔しそうな表情でしたが、今回、ね、よしよし登場出ますよね。はい、かなり止まってきました。ここからはサード、今ブラッシュ振りましたね、はい、これもウェイトの合図で、はい、バックライン、バックライン、そのハウスの一番後ろにある横の線、そのバックラインに止まるウェイト、だからドローよりもちょっと強いオーバードロー、ところに戻っていう合図をしましたね。先ほどかなり強いショットではトリプルテイクアウトを見せたこの佐藤瑠衣、今、少し悪い本番面なので、はい、ちょっと開けて動かすで展開を変えたいっていうところがね、もう考えています。いやいや強めのウェイトでハウスの中の石を動かしていきたい、そんなイメージながらチーム隼と松村サード佐藤瑠衣の1投目、ガードクリアしたハウスの中で一番前のストーンに当たりました。この表情はどうか。ハウスの中はどうでしょう。ナンバーワンは赤、ツー、スリーは黄色、フォーが赤というような状況ですが、かなり真ん中に集まっています。どうしましょう、チーム諸角。これも黄色を動かしたいですね。一番手前にある黄色ですか、ティール今作戦変えて反対側からカマーラウンドでこのフリーズ、また溜めに行くショットという形です。今チーム諸角ナンバーワンは持っています。今度はハウスの右手側から入ってくるショット、サードの岩井正樹です。これを壊していくとナンバー2になりますので、ちょっとこれ弱いか、センターガードに当たってしまってまたガードが広がったような形になります。センターガードが2つというような形です。今のミスで2点取るのが難しくなってきました、はい、そうですか。どちらかに複数得点が入りそうな雰囲気ではあるんですけどね、コーナーのストーンの数からすると前のガードを払って、この中のストーンが弾く、そのショットができれば、これをさせないように、ガード、今、ナンバーワンの赤いストーンを守って、相手に1点与えてあげるという形でのことになります。なるほど、1点取らせる。まだスイープということは考えてないんですか。はい、チーム松村はまだ点を取るというふうなイメージではないですか。取らせるというイメージですか。取らせた方がいいですね。ここで下手に取りに行くと、もし失敗した場合には本当に痛い目に遭います。なるほど、まだそういう勝負ではないという感じですかね、はい、まだスティール狙いではなくて相手に手を取らせるような、ただ2点は与えないと。ただまだストーン、3投ありますので、はい、まだ点を取りにチャンスはありますので、ね、ここからのハウスの中の動き次第という形ですが、はい、佐藤2投目、今度はどうか、このウェイト少し黄色に当てて、スイープはあまりしていません。前の黄色に当てて近寄っていく、これで後ろのバックストーンを動かしたので、はい、
相手のストーンを抜いて自分のストーンがね、ワンになりやすい。現在ワンが赤、ツーは黄色、ツー、スリーが黄色でしょうかね。かなり混み合ってきました。これ戻すのが、はい、ここで壊してしまうとまたナンバーワンが消えてしまう、出せるでしょう。そこでガードですね、ガードを置いて自分のナンバーワンを守る。ここは、ね、2点差と取りたいところなんだけども、まずナンバーワンを守るってところの作戦です。ナンバーワンがいなくなってしまえばハウスの前黄色が多いですからね。そうですね。そうすると反対に相手にスチール当ててしまう。でここは守りに行きたいショットになりました。岩井の2投目ちょっと曲がりすぎちゃう。これで見えてるので黄色ストーンに当てて、黄色に当てて赤をちょっと押しつつ、ハウスの手前から2番目の黄色、これを狙っていくという形ですかね。というかどこを狙うか先行としてもこれ失敗すると複数点当ててしまう、タイブとかでね、はい、当ててしまってことで、どちらにしてもこれだけ溜まっているということは、うん、一気に点数が動く可能性がありますからね、はい、今3人で話し合われているところ、これナンバーワン取るのできるんですけども、ただそれやったことによって今度自分たちの線を出されてしまうと、はい、本当に複数点取られてしまうので今慎重に考えています。なるほど、出したいけども、うん、自分たちが出されやすいところには行きたくないという形ですよね。まだ、ね、右から左から両方考えている感じですよね。いろんなことを想定しながら本当にどちらから行ったとしても強さ、当たり方次第でどんな動きするかちょっと読めないですよね。そうですね、このだけステムが溜まってるとちょっとした角度で全然違う動きしますので。第5エンドにこのゲームかなりの山場を迎えている、そんな状況です。大事なスキップ、こう見るとすごいですね。かなり固まってますね。ハウスオーバーしたストーブないですからね、すべ、はい、て、オンプレーになってますね。そうですね、確かに、はい、ガードが3つ、それ以外に全部ハウス入ってますからね。すごいですね。さあ大事なところ、イグライツ長野チームハヤト松村、スキップの松村隼人、狙いはハウス左手から。まずは自分のキーレストに当てて、投げた後も最後まで見つめていました。決めてきましたね、ナンバーワンワンかどうか、これは微妙だな、難しい。うん、ちょっと難しいですね。難しいですね。見た目では判断できないような状況で選手はどう読むでしょうか。どうでしょう、判断つかないですね。さあどっちだ。どっちと判断するかによって大きく試合の流れ変わりそうですし、攻め方変わります。カメラをどうやって体を揺らしてみても何とも言い難いですね。さあ高校のチーム諸角、スキップ諸角雄介の1投目がこの後です。まあ、チーム隼人松村も時間をかけて考えましたが、もちろんチーム諸角側もここは考えますね。例えばストーンがいっぱいあるので、はい、本当にいろんなことが起きるので、はい、
この辺のことを想定しながら話し合っています。スキップの大泉雄介、そしてサードを務めています岩井雅樹。直接黄色出すことができないので前のストーンを利用するかとか、今ガードがありますからね、はい、本当にハウスの中のストーンを直接狙えないので前のガードも利用する可能性があるということですかね。この2つをハウスの中に向けて黄色に当てて赤に当ててその後と、はい、でも本当にストーン石を何個複数個使うと一つのズレがだんだん大きくなってきますよね、うん、難しいショットを要求されますよね。前のセンターの黄色のガードを狙うようなまとまりでしたかね、はい、で一気にナンバーワンっぽい黄色を出す、はい、そうですねナンバーワンっぽいとしか言えないですもんね今のところ。これはねちょっと早いストーンできますので動きがどうなるか、はい、当たった後の動きがちょっと見どころですね。小野住雄介のパワーショット石が間違いなくいくつも動きます。ここで相手の黄色だけ動いていけばすごく複数点を取れるチャンス。ただ黄色ストーン残ってしまうと、ただもう一つありますからね、はい、まずここで、今悪い展開をちょっと動くよね、ストーンを出して早い助走から速いストーン、さあ迫力のあるショットになるか。狙うはまず黄色のガードストーン、当てて当てて、あっとこれはちょっとずれたか、ハウスの中ストーンは一つも動かず変わらずもう少しハウスの中の動きあるかと思って楽しみにしてたんですけども、ね、赤っぽいって言ってますね、うん、軽井沢ではなくイグナイツ長野としては赤がおわんじゃないかという判断のもと、うん、ということは黄色のナンバー2というふうに判断したストーンを押したいという格好ですかね。押したいけどここでまた下手に動かしちゃうと黄色を迎えてしまう。今ガードっぽいのを置きたい、はい、やっぱり 何度も見てますね。ちょっと本当分かんないですよどちらがワンかで作戦も変わりますもんね。変わりますね。どう判断するかどうかですよね。これ判断ミスると2点取られちゃうんですよね下手にガードが多くて黄色を自分たちの黄色いストーンがワンだと判断するならば、はい、どうしますか。まあ、ガードに送るか今狙ってもやっぱり相手がワンっぽいので、ちょっと当ててちょっと黄色いストーンを押してワンにしたいポンポンポンと少しね赤黄色黄色でそうどういう判断になるか。これ本当見てる方もね、はい、まあ、ガードがあるんだけども、はい、どういうショットすればどうなるかっていうのを考えながら、そうですよね、面白いですよね。これは考えますよね。見てますね、うん、先ほどガードが消えたのでね、はい、ちょうどセンターガードというのはないという状況であります、はい。松村隼人としてはどういうショットを選択するのか。前に置く形ですね、うん、置くということは自分たちの方が近いんではないかという意識なんですかね。かあるいはあえて1点ならいいかと、うん、だから どちらかつかないということですね、うん、自分判断が、はい、1か2かそれは分からないと動かした場合に本当に黄色抜かれて2点差も取れてしまうと思いますので、どちらと判断されてもいいような置き方でにするとよりハウスの中にストーンがあればそれを出しづらくなってくる。スキップ松村隼人のラストショット、ちょっと顔が歪んだ、
ちょっと強いね。ダウェイトでこれは当たりそうですね。当たって、うん、ナンバーワンツーには影響しなかったんですが、これ前がかなり開けましたよね。これ空いてる、見えてる黄色になってると、さあどこをどう押し込んでワンを確実にしようかということですよね。2点チャンスですよね。あの赤いストーン、はい、T より手前にある赤いストーンを使うと、はい、ちょっと押すけども、意識としてはどうでしょうか。作戦黄色ストーン強く打つで、ナンバーワンっぽい黄色、はい、を飛ばす。もうね、かなり危険性もあります、ね、うん、相手に、バックストーンがあるので、はい、相手に残ってとどまっているということがあれば、むしろ相手にスティールもそうですし、スティールの複数点ということもありえますよね。ここは一つ勝負で、うまくいけば黄色だと抜ける、そうすると2点もありますね、うん、ここはリスク承知で、いわゆる両角雄介の攻めの代わりという攻めですね、いうショットになります。ここで失敗しても2点はないので相手に、ここに見えているナンバー4ぐらいのストーン当てて正面空いているストーン、これをズバッと狙ってくる。本当成功すると黄色だけ逃げてきますので、さあどうか両角雄介。エンド勝負どのラストショット、強いショットになりました。さっきは失敗したけども、これはどうだ。真ん中強いショット、当たって、あー惜しい、抜け切らずに黄色1点。これはもう少しね角度違うと、はい、今の黄色が赤の端に当たってポコッと逃げていくんですね、はい、なるほど。そうすると赤が2点のところっていうのがあったんだけども、やはり、ね、バックストーンがあるんで、やっぱりそこに絡んでしまいましたね、はい、ということでここはスティール、チームハヤト松村イグナイツ長野が1点スチール。これで初めてこのゲームスチールが生まれましたし、逆転ですね。そうですね、ハヤト松村イグナイツ長野がリードを奪う展開に変わりました。いやでも今の展開面白かったですね。そうですね、本当に第4エンドまでと違う、今まで全然違いますからね、はい、で初めて追いかける展開になったチーム両角、うん、はい、TM 軽井沢がどういう考え方、攻めを作ってくるかという形でもありますし、逆にリードを奪ったイグナイツ長野がどんな守り方をするのかということにもなりますね。ここで、まあ、精神的にはね、はい、今1点出塁したチーム、はい、これはすごくね気持ち的に有利なんですね。反対に高校でありながらスチールされてしまったというのは少し気持ち的に有利ですね。ただここはね、あとまだ3エンドありますので、そうですよね、まだまだ3エンド残ってますからね、はい、しかも1点差ですし、これまた高校で強いオフェンス、ここで2点3点取ればチャンスあります。やはりリードしたということでハウスの中に入れてきましたね、早田松村、はい、やっぱりこの1投目リードしてるのか、同点か負けてるか、これによって勝負とも違うんですね。これはやはりリードしているということで定石通り中に入れていくという戦法を取ってきました。イグナイツ長野、隼人松村チーム、対する高校を追いかける形に変わりました。チーム軽井沢、チーム両角、リードの両角康介、この表情グラインを越えて完璧なコーナーガード、コーナーガードです。これで強いオフェンス、今度はコーナーガード、まあ、コーナーガードを使った展開というのが今日出てないですよね。ないですね、やはりあのいいセンターガードができる、まあ、記憶に行ってしまった、はい、それをまた了承として、はい、でコーナーガードを使わないって感じですね、はい、コーナーガードを使うような展開にこのゲームになっていくでしょうか。ここはまた、ガードナンバーワンがありますので、
タイムアウトガードをして先行でまた点を取る。センターガードを置いていくという狙いです。チームナイト松村、これも決まりましたね。しっかりと後ろのストーンが隠れました。7、8割隠れたというような状況でしょうか、はい、でチーム諸角は、はい、ここでもう一つ反対側にコーナーカードを置く作戦があるんですけども、ここはもう一つあるのでその後ろに隠す。大使の右手から回り込んでいこうと。これ確か今日曲げたいわ。ちょうどガード2つ、センター、コーナー、間を抜けて、あ、これもいいですね。諸角、龍介まで加わりまして、まずこうやって1つ隠しておけば2点っていうチャンス出てきますよね。少し外になって半分ほどですかね、隠れてるのは、はい、で松村は T ライン、今横に T ラインの上で振ったので、はい、T ラインウェイト、ドローウェイト、ちょうど T ラインで止まるウェイトで投げて、で、ワンツーを作る、ちょっとフリーズっぽい、またちょっと押すような感じです。なるほど。今日はセッターに黄色のラインができてきて、コーナー、ハウス左手に赤のラインができてきているというような状況です。これ絶対やっちゃいけないのが自分のガードをね当てて奪ってしまう。それだけや。しかしそうなりそうだ。あ、でもね芯に当たったのは。そうですね、ガードが入れ替わったような格好で、でまたセンターガードに1個加わったというそんな形になりました。狙いとは違いましたが、まあ、ミスですけども、いいミスですね、はい、今ね、うん。結果オーライという格好ですかね。やっぱりちょっと見えてるので、はい、またハップウェイトでゆっくりのウェイトで曲げながら相手のナンバーワンを出す、はい、相手のを出してそして自ら残すというようなショットを狙います。セカンド宿屋カマーテイクという形で曲げながらガードを越してで中のストーンを出す、ガードをかわしつつ相手のストーンを出す。これできるか、あーこの曲がったね、ガードに当たりました。ね、ハックウェイトって難しいんですよね曲がるので。土屋さんもね教える立場でやられてることでしょうから、もちろんねプレイヤーとしてもそうですし、教えるとしてもなかなかやっぱり難しいショットの一つという形ですよね。この試合も何回かハックウェイトありましたよね、はい、で成功したショットありました。そうですよね、決まってない方が圧倒的に多いですよね。で、また変えて、はい、バンパーウェイト、またコントロールウェイトでちょっとウェイトをアップして曲げすぎないようなツーショットをね、選択してましたよね。やはりかなり想像より曲がってしまうということなんですかね。また曲がるから楽しい、面白い。なるほど、曲がるスト、曲がるアイスの方がやはり腕が問われるという形ですかね。あの本当に置く場所難しいので、何度か投げても曲がって曲がりすぎて多いので、ガードもできない、カーマーもできないって感じが多いので、よく曲がるということはウェイトに関しても最新の注意を払うという必要がありますね。大事ですね。それでガードが一つなくなったのでガードをできます。またガードを狙う、ガードを置くイグナイツ長野、ハウスの中で、うん、ちょっと見えてますね、半分ほど見えてますかね、はい、ウェイト的にはバンパーで狙いますね。バンパーウェイト、まあ、ポンポンと、隣のバンパーをね、はい、合図したのでそのウェイト、後ろね両面シュッと書いてある、はい、止まるウェイトですねウェイト、ウェイトいいよ、ウェイトいいよ。宿屋の2投目、そうこれ曲がらないか、これはだらな、当たってもナンバーワン変わらず、
ナンバーワンのまま位置としては少しずれました、うん、ちょっとやっちゃったかな。やっぱりねちょっと今幅と、はい、でちょっと強いウェットで投げたんだけどもちょっと外になるんですよ。なるほど、ね、ちょっとホワイトだったんですかね。そうな表情になっています。宿屋です。ナンバーも見えてますのでガード投げています。今ブラシを数回出しますね、はい、そのブラシで延長上そこに置きなさいっていうね大事です。さあサードに移ります。佐藤ルイ、このガード大事です。このガードが、ね、曲がってしまって見えてしまうと、はい、今度はヒットローされて2点3点のパターンになってしまいます。ちょうどナンバーワンのところに関しては道が空いてますからね。空いてますからね。今しっかりガードストーンを置きたいチーム隼人、松村、サードの佐藤瑠衣。投げたストーンを詰めている。入れてはいいですよ。で、あとは曲がりすぎないように曲がってしまったか、見えてしまったかどうだ。少し曲がったか、ちょっと見えてるか。あ、でもまずですかね、アウトで投げるので半分以上隠れてる、そんな印象ですね。3分の2隠れてますね。抜けられるという形ですかね。これもハックウェイトでまた投げるウェイトで出さなくても当てて奥に行って自分が輪になればいいですよね。ただ難しいハックウェイト、はい、これもハックウェイトですね。曲がりますので大事なショットになります。サードの岩井、チーム諸積スイープはまだ1人体制、これで2人体制に変わった。ここで前変わった。センターガードは合わせるか、当たってしまった。なかなかこのハックウェイト、ね、ハックウェイト、なかなかこのゲームうまくいきません。また若いストーン、これ一つ武器なんですね。曲がるウェイト、曲がるのを利用してどんなにガードをされてもね、ちょっと見えるから時代に出すことができます。ナンバーワンに対しての道は今開けた状態ですね、はい、それまたそのガードを置いてくると。サードの2投目、佐藤瑠衣、このナンバーワンを巡っての攻防戦です。ガードなのか、ガードは決まるか、それを上回るハックウェイトショットが出るのかという流れですが、ここでメンバー呼びましたね。いろいろ変えて、相手の赤ストーン出してしまうか、それとも今ポンポンと当ててる黄色ストーンを当てて当てて中に入れながらガードを作るか。なるほど、またハウスの中の石を増やしたいというイメージなんですかね。そうですね、複数置いてガードも置きつつ守りながら攻めていきたい。1点リードしてはいます。そして先行なんですが少し攻める意識もあるという感じですかね。 T ラインウェイトを投げて、あ、ちょっと深い、少し強いだとか、今2つあるガードとハウスに入っているストーンに当てて、はい、2つガードを置きながらで1つ押し込んで、でワンツーを作る。チーム松村、佐藤瑠衣、伊藤、どうか。スイープはしていません。ハックラインを越えて当ててセンターガード入れつつ
ナンバーワン、ツーになりました。ちょっとこのワンが見えている、ワンは見えてますかね。本当これも返し崩したかった。なるほど、はどうか。これ見えてるとヒットロール下げしまいますね。ただヒットロール難しいか。見えてますかね。半分以上は見えているという状況ですね。だこれも曲げなければヒットロールできますよね。それを狙ってくるか。ジャイロズ、岩井のところ2投目、間を抜いた、ヒットしてロールする。あ、これナンバー2ですかね。黄色が1ですね。おそらく黄色が1ですね。1がイグナイツ長野チームハヤト松村、黄色いストーンです。ここで1があるので、はい、カムアラウンド、今この赤、黄、で奥に2つ、重なっている赤、はい、そこにフリーズ、前の、赤、黄をかわして中にカムアラウンドで、ワン、ツーを作りたい。の松村隼人、マーランドに変わると面白いですね。ハウス真ん中右手から曲げてきて、ガード手前には結構あるんですが、どうか、かわしてかわして、うまくで、ナンバー…割って、ナンバー…ちょっと強いか、ちょっと強い、ナンバー、ワン、ツー、これは強くて見えてるので、これ、いきますね。そうすると、2点チャンス、はい、回ります。要は、同じようなゾーンで行きたいということですかね。チームの技としては同じようなところを抜いて、黄色ナンバー1になっています。黄色をヒットさせてセンターの方向に、はい、これもね、隠れた腕でも曲がりますので、はい、十分になります。さあ、諸角雄介のスキップ2投、先ほどもね、こういうショットでやっぱ前のガードに当たってしまったっていうのがあるので、はい、やっぱそこをね、想定しつつ、今日の諸角ですけど、ドローはね、決まっている印象はありますからね、弾くというところでやや強めのウェイトの際に、ね、先ほどはガードにヒットしてしまった、で早いウェイトも少しずれて、うん、なかなかいいショットが生まれないというところはありますけども、選手です。そのあたりね、修正していきたいところではあります。決めたいですね。これも決してね、簡単なショットではありません。ほぼ見えてないストーンにそれをヒットするわけですから。ここから曲げたい。ガードはかなり数あります。ここで曲がって、うまく抜けた。ヒットして。あ、薄い。薄い。ヒットしましたが、自分のストーンを出てしまいました。これでナンバーワンが黄色、ナンバーツー、スリーが赤という状況ではあります。これ一つのカマーランドでワン作るのもあるんですけども、反対に反カマーカマーでワンツーを作って、うん、カマですね。ま
また同じように抜けていきながら赤のストーンを出してまた真ん中にやってくる。そのとおその位置に置く、はい、ただこれを、ね、本当ミスしてしまうと、はい、3点パターンになってしまうんです。なるほど、はい、もし、ね、スルーするようなことがあればスルーあるいはショートとかね。さあここは決めないと。チームハヤト松村スキップ松村ハヤトのラストショットですが少し首をひねった。表情としてはあまりいい表情じゃなかったぞ。待ちかしたけどもガードを壊しては強いか。強い。スルーしてしまいました。ナンバーただ3点はないかな。そうですね、うん、ナンバー3という形で今投げたストーンが、うん、バスリーですね。諸角祐介チーム諸角狙うのはナンバーワンということになりますが、うんうん、はい、これもハックウェイとぐらいで曲がるカーブをかけながらのテイク。穴がきまだないハックウェイということですからね。先ほどからこれがね、はい、決まってないんですよね。なんかハックウェイトですねと言ったショットに関してはなかなかこれだというものも出てないですよね。これしっかりねあの前のガードサイドかわせば決まりますので、はい、これが決まれば2点チャンス。2点最逆転。決めたい諸角祐介。第6エンドもこれがラストショット。そういうふうに変化はありません。いや強めに声を出している。そうどうだ。センターラインから来てるか来てる来てる来た抜いた当たって残った抜いた。素晴らしいワンツー。諸角祐介、ね、ここは決めました。狙っていた通りここで再逆転5対4という形になりました。いい表情してますね。いやここはしっかりね2点取って逆転しましたね。先ほどスチールされたんですが自ら高校の時に複数得点2点を取って逆転。第6エンドが終わって5対4大接戦です。そして第7エンド隼人松村高校ということになります。第6エンドでは諸角高校で2点を奪って逆転今5対4という状況です。いやそれにしてもプリ4つ接戦です ですね、うん、先月のことを考えれば本当チーム松村がかなり頑張っているというふうに、ねね、はい、言っていいと思いますけどもね。ここ先行チーム諸角は相手に1点与えたい、はい、なるほど。1点与えれば同点でここでラストエンドで1点取れば勝ちたい。中盤で1点のリードしたものが、はい、あの本当にいい展開になっている楽な展開になっているんですね。反対に点を負けているのが崩しているそういう連戦するようになってきましたのでちょっと一投と決めないといけない。ただリードしている場面もありますがセンターガードという形ですね。先行の場合は徹底してセンターガードを置いているようなはい、チーム諸角ですね。そうですね。で本当は強いオフェンスで、はい、コーナーガードが来るんですけどもやっぱりここでまた相手に点を当ててしまうと決まってしまう可能性も大ですよね。でここで、はい、先行交代のかなと
センターを使って先に4番を使って、こうなるとゲーム序盤のような形にできますかね。第5エンド、第6エンドは T 前に置いてきました。ちょうどいいですね。やや広くハウスの中使っていましたが、序盤戦のような形になってくるんでしょうか。センターで、センター中心で、はい、あまりハウスの中には石がないという展開が第1エンドから第4エンドまで続いていました。その形になりそうなこのリード、両者一投、そして大泉康介の一投目、いいカモン決まったので、ここはそこの前に置くフリーズですね。これはいいですね。見事なフリーズショット、大泉康介。これが軸、松永のいい表情です。もう一投目です。この赤の前に置く、一転してゲーム序盤に戻ったかのようなフリーズ合戦と。序盤というのは中盤のストーンがいっぱい止まりましたよね、はい、あの展開になりつつありそうですね。ゲーム序盤はこのフリーズがなかなかうまくいかないシーンが、ね、ありますからね、でくれば、ね、突き放す展開になるのか、逆転の展開になるのか、試合が大きそうですが、決まりましたね。うまい、ここもフリーズ決まってます。両者リードが見事なゲーム作りという形になっています。またここにフリーズですから、はい、ストーン溜まってきます。溜まってきますか。しかもね、今回は T ゾーン手前に溜まっていくと、はい、いうことはまた展開がこの先ありそうな形です。宿屋亮太郎、ここもフリーズを狙ってコーナー、押す左側から回り込んできています。これでまたフリーズ です、ね、これもまずまず狙い通りという感じですかね。これがついちゃうと、はい、黄色は1点しか取らない。なるほど。それはね、どうやって2点取るかってことを考えてるんですね、はい、ちょっとこの流れを黄色チーム松村、うん、崩しに行かないといけないわけですね、はい、セカンドの西澤、ナンバー2の赤いストーン、はい、それがナンバーワンの、それがバックストーンで残ってしまうので、自分のナンバーワンのストーンを少し後ろにずらして、で赤いストーンを、ね、後ろをなくす、バックストーンをなくせば後で出せる、それによって2点3点で、ちょっと動き出しましたね、はい、セカンド西澤銀へのショット、じわじわ寄ってきています。ウェイトはどうか、ストーンに当たるか、あ、これちょっとワイドで強い、流れてしまった。ちょっと悔しそうな表情です西澤。これでまた諸住、チーム諸住側に有利に働いていくんでしょうか。うん、まだまだストーンいっぱいありますのでね、たくさんあるので、まだこれから一投一投の流れによって変わってきますからね。まだまだ動きがありそう、はい、宿屋の2投目です。諸住はまた前に積んできます。で先ほどやられそうになったショットを防ぐ、相手のナンバーワンのストーンそれを残す、ロメイトはどうか、じわじわ寄ってきて、これいいと思いましたね、狙い通りか。でこれで先ほどのショットできませんね、キルの当てることできません。そうですね、で一列のような状況になってきました。表情としては明るい表情ですね、宿屋。ここで松村はちょっと展開苦しいので少し形を動かすとなると、やっぱり強いウェイトでということになるんですかね。前のガードをね、ちょっと払いながら、
ダブルになってますね。なるほど、はい、とにかく前のストーンをできるだけ数を減らしておく、はい、形を狙いに行きます。西澤の2投目ちょっと苦笑いの表情でしたがどうか、うん、1つは出ましたが2つ目に当たって中の形は少し変わりました。どうでしょうこの形は、ナンバーワンのストーン出しやすいですね。ノースには、まあ、画面一番左の赤いストーンに当てて出せば、はい、出せる。ただ出してしまうと自分の、赤いストーンが一番後ろになってしまうので出されやすい。なるほど、このタイミングで4人ともが集まりそうですね。今ここで相手のストーンを出してしまうのか、はい、もう少し積んで遊ばせる。あの今狙ってますやっぱりね。やっぱり一番右手に見える今っていうナンバー3ですね。ナンバー3のストーンを使いながら使ってナンバー1の黄色を狙うと。そこ今ちょっと考えたのはもう一つ前に置いて、はい、赤いストーンの前に置いて今のストーンですね。それに決まってまとまったようですね。相手に1点を与えるっていう形をね。強くいって、はい、で赤、黄、赤、黄、黄色を出す。なるほど、はい、一番前からです、ね、一番後ろまで攻めていくというパターンですかね。横の赤ではなく一番前の赤、はい、これを狙いに行くようです。そうすると黄色ストーンが2つ飛んできます。に赤だけになります。強いウェイトでもろずみチームもろずみのサード岩井。そうするとセンターからズバッといく。来ました、黄色いストーンが2個しっかり出ました。素晴らしいショット、狙い通り。これは完璧でしたね。完璧ですね。表情は変えません。岩井ハウスの中には赤いストーンが4つということになりました。松村としては複数点取りたいですもんね。バックワードを使ってフリーズです。フリーズを使ってもストーンがたくさんあるので、はい、いろんなところからそれを出しやすい、うん、でも、チーム松村とすると今あるストーンを使っていかに出されないように。もうあと4つしかストーンないわけですからね。まず置かないとと、そうですね、いうことでフリーズを狙います。ハウスの中には赤4つ、そこに黄色が飛び込んでいく。でまずはフリーズ、しっかりフリーズしてきた。ました、ね、ただこれもあまたフリーズですね。ナンバーワンが赤、ツーが黄色という状況です。ちょうど今投げた黄色をめがけていくという形ですか。そうですね。先ほどは見事なショットでした。岩井スイープがもう始まっている。かなり激しいスイープになっているぞ。伸ばしていく、伸ばしていって前の赤はスルーした。いいですね、これもいいショットです。ナイスショット、しっかりとつけました。決まりました。2人スイープをしていました。諸住康介と宿谷亮太郎もよく入ったというそんな顔をしていました。今松永考えているのは今ナンバー3の赤、
スリーの赤ポンポンとね、あの、はい、ストーンにね、ブラシを当てたそのストーンにマシンを当てて、それをちょっと奥に押して残す、今大体はちょっとフリーズっぽい形です。今はナンバーワンは赤です。チーム松村としては後攻、サードの佐藤瑠衣、このショットはどうか。ナンバースリーの赤を、ああ曲がってしまったか、一番手前の赤に当たってしまいました。狙い通りではなかったかですね、ちょっと曲がりすぎちゃったね。センター付近がまたこれで少し開けた格好です。ここでまたど真ん中のストーンを当てるとまた黄色が出てっちゃうんですね。真ん中周辺行って黄色だけ出すというショットを狙って、赤も出るんですけどね。ただここはストーンね、置いてきます。ここは出すというよりも置くという意識で円を描いているところに置いてくる、その方が複数得点取られないという意識なんですかね。もうありますね、うん、ナンバーワンが赤、ナンバーツーが黄色、スリー、フォー、ファイブ、シックスという形で赤が、ワンツーの赤と黄色、赤4つで何か守っている、そんなようなハウスの中の石の形です。そこをチーム諸角としてはより守りを固めるようなストーンになるんでしょうか。で今黄色の前の赤のちょっとアングルって言って、はい、マシンじゃなくてちょっとずらしたところに置きたいって感じですね。さあ諸角祐介、先ほどの第6エンドでは最後にいいショットを決めてみま見せました。ここではどうか、センターに近寄ってきた、あ、当たっていいところに来ましたね、まあ、少しずれてたかもしれませんが最終的に当たって狙い通りのあたりには行ったというような形です。黄色動きます、少し動きましたがナンバーワンには変わり、ナンバーワン、ツー変わりありません。手前には赤の石が固まっています。これ今考えているのは前の黄色を当てて中の赤を当ててっていうのを考えていますからね。この状況を打開しないといけないチームハヤト松村です。前の黄色から来ます。前の黄色を使ってハウスの中赤い壁に飛び込もうという、そんな考えのようです。となるとやはりやや強みのウェイトということになりますかね。そうですね、これは早めに投げて曲がらないウェイトです。松村隼人、
出してまず良いウェイトできて、キルソンマシンに当てたい。さあどうか、うん、おお、危なかったが、ナンバーワンは赤変わりなく、周りの壁は赤のストーンは2つ出ましたが、ワンが変わりませんでした。さあこの後です。両者残す投数は1投ずつ。今考えているのはナンバー4の黄色、画面の右側の黄色を出せれば相手に点は与えない。ただ1点は取られてしまう可能性はありますけども、はい、まあ、1点与えればね、次後攻ですので。なるほど。しっかりと複数点を取られないような攻めをしようと。そうですね、もうこれで、ナンバーフォーの黄色ストーンを出せば、第7エンドも残すところはあと1投ずつです。ゲーム開始して2時間と15分が経とうとしております。諸角雄介のラスト1投。かなり強く吐いている。ヒットして、これに1点与えてしまうかな。真ん中が空きましたね。ちょっとミスショットですけどね。これはミスショットという土屋さんのお話。ちょうど黄色に向かう道が空いたんですよね。空いてしまったね。これでまあ、足に当たれば相手の赤いナンバーワンが出てってワンツー取れる、うん、今ショットちょっと弱かったので曲がっちゃいましたよね。なるほど、うん、ここに来てまたショットの弱さによって曲がりが大きくなると。さあここね、はい、あの幅当たった赤の間狭いですね、はい、本当に難しいです。本当にきちんと開けないとちょっとにずれると毎度どちらかの場合も当たってしまいますので、そうすると1点スチールというような形ですよね。依然ナンバーワンは赤です。これもゆっくりのショットで曲げながら黄色に当てる。うまく決められれば2点、複数点逆転、1点リードで第8エンド先行という形になります。1点に終わってしまうと第8エンド先行で同点。ちょっと早いショットで曲げないショットで行くと自分の黄色も出ちゃうんですよ。あ、なるほど。そうすると取れて1点ですよね。少し赤いストーンを押し出す手がいいです。さあそのショットはどうか。ウォーという声が出ている松村隼人。前に当たらなければどうか、抜けるか、抜けるか、抜けるか、来た、抜ける、来た、ナンバーワン、通過。これは決めた。さあ、これは決めた。ナンバーワン、通のようですね。はい、再逆転。これは非常に見事あるゲーム。最後は松村勝負ところを決めました。これで逆転6対5。今のショットもね、投げながらですから、やっぱ非常に難しいんですよね。でこれ以上早いと自分のナンバー2のストーンがコロコロって動いてしまって1点しか取れない、うん、そうですよね。今投げたストーンもしっかりとナンバー2まで僅差ですけどね、押し込んでいけたというところで2点、ね、6対5。ここで1点ですので、はい、やっぱ1点っていうのは厳しいんですね、はい、先行の1点リードはね、はい、あえてここ持ってますのでここで2点取ると簡単に逆転、負けてしまう。2点取れば、後攻で2点取れば
チーム両角、TM 軽井沢のまたまたの逆転で勝利ということになります。はい、先行でこの場面で2点取るのも難しいんですよね。はい、さあ先行のイグナイツ長野チーム早と松村からです。先行でこれ、まあ、点取ればいいんですけどね。このゲームスティールというのは一度だけチーム早と松村が決めていたというところです。はい、あとは高校のチームが複数点を取るというのが中盤から第3エンドからは多く出ています。中に入れてきましたね。はい、相手に2点与えないようにテイク次の誘い、相手はもう絶対テイクしないと分かってますので、まず入れておいて、でそれまたガードを守っていく、で、うまくと1点スチールで逃げること。1点は奪われてもという意識はありますか。そうですね、ここでエキストラで高校になってもまた高校になるので、高校で1点取れば勝てますので。さあチーム両角はコーナーガードからです。コーナーガードでしっかり2点を狙いに行きます。そうするとチーム綾戸松村はセンターに、センターですね、ガードですね、自分のナンバーワンのストーンを守る。かなり白熱したゲーム展開になっています。シート B、 チーム両角対チーム早と松村。4バイタ、センターガードを置きたい、その狙いです。リード回の2投目やや強いのか。まだこれ入ってもね、はい、これまだ打ってきませんので、ハウスの中に入ってストーンとしては半分ほど隠れたかなというところです。リード両角康介の2投目、ゲームは第8エンドに入っています。今6対5リードしているのはイグナイツ長野チーム早と松村。TM 軽井沢チーム両角は1点を追う格好で最終エンド後攻で迎えています。ここはね、また作戦変えて、はい、片側2個ガードを、なるほど、ちょっとガード離されてもまだ残ってるって形ですね。コーナーガードを2つやや離した状態、離した形で置いてきているという格好です。両者リードからセカンドに投球が移っていきます。西澤玄也、ここ2つ入ってますので、しっかりこのガードですね、前に置いてスチールを狙います。あ、当たるかも。自分たちの石2つセンターライン付近にありますが、それを守るようなストーンにしたいイグナイツ長野チーム早と松村。そのセンターガードしっかりと置いてきました。いい形で隠れています。少しいい表情も浮かべました西澤です。ここからテイクができますから、しっかりガードを払っていって、いずれコーナーガードの後ろに隠したい。今置いたガードを払いに行くという、はい、できれば中のストーンも出したい。宿屋強めのウェイトで、まずは手前一つ、その後はどうか。お、2つ出ました。おっと、まあ、2つ出ましたね。2つ出て、あ、これいいですね。もうセンターになくなってましたからね。はい、真ん中がすっきりしました。はい、残ったのはやや右手に黄色いストーンが1個です。さあここで松村はちょっと苦しい展開になってきた。さあ松村はどうしていきましょう。一つこのカマーラウンド、赤のコーナーガード、ハウス左側の赤のコーナーガードの裏に持っていく、はい、相手にカマーランドさせないように先にそこに入れてしまう。で相手に1点を与える作戦ですね。もうここはエキストラエンドも承知でと、はい、いうような形。
で作戦を変えて投げた後に少し口を開けて苦笑いをした西澤玄也。前に置きたい。センターラインに置く作戦に変えてきた。はい、センターガードのような形、ハウスにはかかっていません。でもロズミンはここはもう見えてますからね、しっかりテイクです。またテイクをしてヒットロール。センターハウスの手前の黄色を飛ばしつつヒットロール。これはそれを無視してハマーランド、はい、なるほど、はい、自分の先ほどいた、赤いストーン縦に並んでるガードの後ろにまず1個隠してくる、はい、今先ほど松村の投げた黄色いストーンはもうスルーするという形ですね、はい、ここでしっかりこう隠しておいてここはもう2点を取りに行ってここで勝負を決めるという形ですね。まずはそのためにハウスの中にストーンが欲しいというその状況で回り込むショット、まずかわしてこれも決まりそうですね。ハマーランド、そして後ろ決まりましたね。ナイスショットです。これは決まりました。どうでしょう、ナンバーワンかツーか、狙い通りのショットであります。ナンバーまた微妙ですね。2っぽいですね。2ですかね、はい、黄色が1のように。ここはね、あもうせ関係なくまず1個隠す、はい、それが大事なんですね。その目的通りまずは1個隠せました。 TM 軽井沢、さあ勝負の第8エンドもあとはサードスキップ、残すところは4投で今のストーンに少し赤を浮かしてナンバースロー2にして、佐藤瑠衣の一投はどうか。ガードはスルーした。後ろの赤に当たって当てた、まあ、ここでワンツーですけど見えてるので、これまたヒットロールチャンス。ヒットしてフルして隠す。これも曲げながら、これもハックウェイトですね。かカモンをするか、こちらにヒットロース、はい、ちょっと考えてますけどね。もうすぐ10時という時間になろうというんですが、お客さんがまだ残っている。ね、いやでもこの白熱した展開途中で帰れないですよね。これ見たいですまだ全く読めないですよね。はい、さあサード岩井正樹、カマーヒットアンドロール、うまく前をかわして、まずはかわしたい、かわせるか、ガード2つかわした、かわしてかわしてヒットしてロール、これも球合わせてか、ロールはしませんでしたしっかり最低限黄色は出せましたね。出しました、うん、ただベストではなかったと、うん、これでまた松村にちょっとチャンスあり。なるほど、松村とどうしますか。同じショットですね。同じですか、はい、で松村としてはロールはできたい。ロールできれば最高ですね。ここで同じようなヒットステイだとまた相手にされてしまいますので、うん、ここで先にヒットロールしたいですね。先にヒットロールした方が一気に有利になる、はい、さあ残るは3投、サードの佐藤瑠衣は2投目。ちょっと早いよ、ボード、さあどうか、いけるか、おっついてますね。これでガードは越えた、ボールヒットして、うん、ステイ、同じ
ロールまで行きません。いっといっと手に汗握りますね。そうですね。チーム諸積が高校で2点を取れば逆転勝利、チーム諸積高校で1点を取れば松村が高校でエキストラエンド、もちろんスティールすればチーム隼人松村の勝利ということになります。状況今ナンバーワンツーは黄色です。今度はどうだ、赤が回り込んで、ここはしっかりいった、今度は決まるか、ガードはスルー、まず当ててロール、ロールはどうか、見えてるか、少しロールしました、少しロールしましたが見えてますね、見えてますね。これまたヒットロールで当てて右肩に持っていきたい、はい、これヒットロールで今の画面の右にロールしてガードの後ろに隠すのもいいですよね、うんうん、しっかりヒットしてロールしてとにかく隠したいと、ステイだけはしたくない、やっぱり先ほどからヒットロール狙ってますけども、はい、やっぱり難しいですよね、なかなか決まらないですよね。さあやはり勝負は最終エンドのスキップ対決、ここまで持ち越されました松村隼人。ウォウという掛け声、ここからセンターヒット、ヒットして来ない、ここもまたステイ、ちょっと右に動いただけ、ワンツーがまだ黄色です。これまだヒットロールできますね。同じですね、今のショット狙った黄色、あれそれを弾いて今度はロールして隠せるかどうか、これいい位置に置けば2点チャンスになりますね、なりますね、逆にいい位置に置けないと2点というのは苦しくなります。これ今考えているのは、はい、もうナンバーワンを取りに行く、カマーランドで、はい、画面右側からカマーランド、なるほど、ちょうどそのゾーンは空いてますよね、うん、ただ今また考えているのはやっぱりヒットロール、ヒットしてヒットロール、ただヒットステイしてもワンにもならないですよね、はい、はい、そうですね、ナンバー2ですね。さあ勝負のヒットロールで、ヒットロールにしましたか、諸積祐介、今日はいいショットもありますがところどころミスもあったというところです。前のストーンガードに当たってしまうっていうね、はい、ミスがちょっと目立ちますよね、はい、ただこの後2投は勝ち負けに直結します。センターから行く、真剣な眼差しで見つめていた諸積祐介、真ん中割ってきてヒットステイだ、これでナンバー今2ヒットステイでした。そうするとカマ、さあどうしますか、ヒットステイを狙って、ナンバー1は右手の黄色です、ナンバー2、3が赤という形、今考えてるのはカマ、画面右側から右手から入ってくる、一つはまたヒットステイ、ヒットステイでワンツー、相手に1点を与える、はい、さあどうしますか、チーム隼人松村の考えです、はい、ヒッ
ットステイですね。ヒットステイをチョイスした。でちょっとおろおろしても2は取れますので。ハウスでは回収が待っています。チームハヤト松村イグナイツ長野。さあここでボールアウトしてしまうと2点取ってしまう、はい、ここは完璧に決めてヒットステ、あるいはちょっとヒットでワンツーを作る。今の2の赤を出してワンツーを作る、これはまずしておかなければいけません。松村隼人のこのゲーム最後の一投になるか。スコード少し表情としては微妙な表情に見えたが、残るか。ヒットして残っ、ヒットしてナンバー2、ね、ナンバーワン、ツー。2ということになりました。これはもう2点は厳しいですかね。もう難しくないドローですね。ナンバーワン、ツーは厳しいということで、しっかり1点を取ってエキストラエンド先行でスティールを狙うということになりそうですね、はい、チームモラズミ。もう手でガードを置いてって1点を取りに行く。まずはここしっかり決めないといけません。そうですね、もうあのスキップはドロー決めなければスキップではないってくらい言われてますので、うん、まあ今日ドローに関しては結構安定しているような印象はあります、諸角祐介。しっかり決めてエキストラエンドに持ち込みたいこの一投、諸角祐介見守ります。スイープしていく、2人ともスイープ、2人ともスイープだよ。そっからだ、持ってけ、3人来た、持ってけ。ストーンはどうか、来た、来ましたね、しっかりと真ん中、はい、ナンバーワン追いつきました。6対6、エキストラエンド、ね、ナイススイーパーですね、はい、追いつきました。 TM 軽井沢チーム諸角先行でスティールを狙うというエキストラエンドになります。対する後攻になりましたチーム隼人松村、狙い通りではあります。1点を取らせて自らの後攻でエキストラエンド戦うということです。ご覧のスコア非常に白熱しています。さあこの時間になって最後の試合エキストラですね。すでに10時を回っています。それでもまだお客さん残っています。残ってますね。それだけ見応えあるゲームをやっていると。いやもう本当1エンドから本当面白かったですね。本当にお互いに、点を取り合う、こう、はい、ミスがあってもまたそれをカバーで本当にいいショットをね、つなげながらここまで来ました。そうですね、ブランクもなければビッグエンドもないというような状況で、はい、さあ先行スティールが条件となります。チーム諸角絶対ガードが絶対条件とはやはりセンターガード、ここはしっかり決めてきました。もう TM 軽井沢チーム諸角センターガード先行でセンターガードを作るという戦いは慣れてるでしょうしね、はい、でここで高校はやっぱこのガードが一番怖いので、はい、ウィックという形で今の、ガードストーンを出さないように当てて、はい、ずらす、ずらす、出してはいけませんけども、ずらすのはいいんですよね。これは幅広いか、これはスルーか、どうか当たるか、少し妙な表情、ちょっと当たれば OK だけども、うーんとスルーしてしまった。でもねこれスルーでも OK なんですね。まあもうハウスにあると相手に利用されてしまうので、うん、後でテイクアウトでしっかりやっていけば点1点取れるって形ですので、あまり気にする必要ない、はい、
ただ決まればすごい有利、うん、なるほど。さあこうなるとどうしましょうか。いやもう徹底にまだガードです。もうとにかくガードを数置いてくると。はい、ただこの5ブロックになってから、はい、そのウィックをうまくやることによって、はい、ガードを置かれても、はい、しっかり、ここはここで、1点取りにいけるという形になりますので、このウィックを、ね、うまく使えるチームっていうのはやっぱり強いです。センターにまたガードを置いてきました。ここは作戦を変えてもう先に1点取ってしまう、ナンバーワン取る、はい、カムアラウンド。まずは一番近くにハウスの中に入れていこうというふうに変えてきます。イグナイツ長野チーム隼人松村。さあ回収、これもキーマンに決まればもう本当に高校としても有利ですね。ただちょっと強いか、どうでしょうか。ちょっと強いか、流れているかどうか。ティーライン上ちょっと後ろか、ここでぴったりくっつけられると逆に、なるほど、利用されるわけなんですよね。わずか十数センチなんですけどね。選手はこの蹴り、はい、蹴りで調整するんだけども、本当にねコンマ1コンマ2を足で調整するんですよ、はい、なるほど。人間っていうのは器用だから手で調整するのは楽なんだけども、はい、蹴りは手じゃなくて足なんですね。なるほど。あまり、ね、皆さん意識されないかもしれませんが、足っていうのは、ね、力はパワーあるんだけども一番バカな手は、ね、器用だからもう本当に細かい繊細なんですね。でも力を伝えるにやっぱり足が必要 でその足をね何度もやっぱ反復練習をしてそのウェイトを合わせてもう一回ピタリですね。しっかりと前に置いてきました。さあここでテイクできますのでもうダブルテイクを狙う、ガードを剥がしに行くという形になりそうですか。ここに置いてまた置きますかね。前やっぱ前ですね前に置くパターンかそれとも弾くか考えましたが前、うん、やっぱセオリーはねもう前をねもうダブルを狙ってあの綺麗にしていく、それによって最後相手の層抜けば結果すれば1点取れますね。強いウェイト。さあこれ決まれば高校より決まりました。あでも残ってしまった。自分が投げたストーンが残ってしまった。2つ出たのは良かったんですが、投げたストーン黄色が、ただ色が変わったけどもう1つ残ったって形ですからね、はい、黄色がガード代わりになり得るという形です。さあ、もろすみはもう1つここでガードを置けばまた2つガードでその裏に、ナンバーワンがあるって形ですよね。セカンドの宿屋、セカンドの攻防戦に移っています。このエキストラの本当に遠のミスに許せないっていう展開ね、これもまた仮の厳しさ。そうですよね。これはいくら有利な高校だからといってもそう、ね、大事ですよね。ミスが出れば相手に点を奪われるわけですから。ガードを置きに行きます。良さそうですね。いやいや深め入りましたけど、ハウスにかかるガードというような形です。納得の表情でしたね。先ほどチーム松村ガードに行ったんだけどもそのティーオフに行ってしまったことによってポイントで崩しているんですよ。それは最初にあのナンバーワンティーマンに置けばすごく有利だったと思います。そのティーマンに置かないかっていう強さがねこのそんなところですね。ここはチーム隼人松村手前の自らの黄色いストーンを弾きましたがすぐさまガードモルスミがそこに置こうというような指示をしていました。もうずっとこの展開が続いていけば、はい、あの1点取れますので、うんはい、ちょっとずれてしまうと簡単に
中のガードなくなってしまいますので、さあサード残す球数は両チームあと4投ずつ。サードの岩井の1投目、またセンターガードを置く、これを狙います。狙い通りか、来ましたね。ですがこの展開ではガード3つの後ろに、1つのあガード2つの後ろに1つのナンバー2ですけども、今は2ですね、はい、これを最終的に1に持っていってという形ですかね、はい、ここで集まりますね、チームハヤト松村、リグレッツ長野、学生時代から格好したるメンツが集まって、ここでストーンを置いてナンバーワンの記憶ですけどね、これを出資するか、あるいはまたガードを払って狙っていくか、まあ、松村ね、有利な高校ではありますけども、うん、形としては今はモルズミの方がよく見えると。そうですね、ちょっと赤いストーンを動かせば本当に1になりますので、うん、前切ってきますね、やはりガードを減らしていこうと、はい、ダブルで払ってもちろん投げた自らの石もしっかりと横にそれる、そんな一投投げられるかどうか。ゲームはサードの攻防戦に移ってきています。試合も大詰めです。見るとナンバーワンで有利に見えるんだけども、はい、その後ろにストーンがないって、うん、そこがね、チーム松村のちょっと痛いところですね、はい、高校でナンバーワンを持っていますがまだ有利とは言えません。センターへ、いや強いウェイトで払いに来ている、ガードを払いに行く、ここは一つでした。一つは払いました、一つは残っています。ハウスの中のガード、ここもこのままで進んじゃうと、はい、あの黄色ナンバーまで終わってしまいますので、はい、いずれあのナンバー2のストーンを動かすんですよね。そうですよね。ですからここで動かすのか、次でスキップに入ってからなのか、前に置くのか、はい、あと両チーム3投ずつです、はい、サードが1投、スキップが2投、計あと投球は6投です。この大接戦もあと6投で全てが決まります。チーム諸角、初日連勝を決めるか、それともこれが今大会の初戦となります。チーム隼人松村、チーム諸角、まあ先月の戦いを見ているとチーム隼人松村からとっては格上の存在と、そうです、ね、言っていい相手に対して、うん、チャンスの戦いしてますからね、もう互角、うん、全く互角です。今諸角が考えているのは、今このストーンをマシンに当てて、で、ナンバー2のストーンをちょっと押して、あるいはそこにの前に置く、このタイミングでナンバー1にしておきたいという考えですか。それもありますね。ここで、本当に縦に、ね、当たって当たればこの強い1、しかもバックストーンがありますので、うん、そういう状況に持っていきたい。これもレイズ、はい、前当てて奥に押すんだけども、マシンでないとちょっとずれると開いてしまうんですよね。そういう意味では大事なショット、繊細なショットです。岩井の先、やめた後もかなり覗き込んでいる。さあここでスイープに入った、マシン曲がってしまうか、ちょっとちょっとずれているか、ずれたけど、と距離は足りませんでしたが、どうでしょう。まあ、前にストーンを置いた、置けたってことはいいですよね。
少し今ナンバー3と2の間隔が縮まったというような感じです。松村はまた前の一番前のストーンに当てて、まあ、ダブル狙いながら少し、ね、ストーンを形を変えてきます。ハウスにかかっている一番前のストーンを弾きつつ後ろの得点に大きく影響がありそうなストーン、これを狙ってきます。サード佐藤瑠衣、今日はトリプルテイクアウト、そんなシーンもありました。本当はここでやっぱトリプル欲しいんですよね当てて当てて、ここで出れば黄色も動いてもいいんだけどね、まずで前、中、中が外れればもいい。さあ理想的なショットにはなるのか。強いレイド、さっきとか、どうぞ、おー、ずれた、うーん、残ってしまったか、これ悔しい表情。1つ目は出ました。2つ目はチップという形で、うん、ハウスの中場所は変わりましたが位置関係としては左にずれたというような形でセンターからの距離に変化はありません。ただここでワンを取りに行く、回り込んで赤いストーンを当てて、で黄色に当てて黄色ちょっと押す、5センチぐらい押せば赤をワンにしつつ、ただ後ろに黄色という壁が欲しい、はい、そんなショット狙うことになるでしょう。チーム諸角 TM 軽井沢スキップの諸角雄介です。あと2投ずつ、もう2投ですからね。ここで決めとかないと、ここで決まるともう すごく有利になります。ラスト1投となるとまたやはりそれはそれでプレッシャー大きくなりますしね。ただこのショットも黄色と赤の間をね曲げながら抜いて、しかも赤を押す、非常に難しいです。難しいショットですよね。黄色、ただ勝つにはそれを決めなければならない、はい、手前の黄色を左から、そしてナンバー3の赤を右手からうまくかわしてナンバー2の赤を押してナンバーワンにしつつ黄色を壁にするというショット。強いと手前の赤に当たってしまう、弱いと前の黄色に当たってしまう、いい塩梅が求められるわけです。さあこのマスターショット決まるか。それを実績豊富な諸角雄介が狙います。さあウェイトはどうか、表情は真剣な眼差し。ちょっと早いか今のところ、手前の赤かわすか、スイープはまだありません。かわしてきた、かわしてどうだ、かわすか、かわせなかった、かわせなかった、狙い通りにはいきませんでした。黄色はパスしたものの赤はヒットしました。松村も難しい。さあ松村隼人のスキップ前に置いてガードしちゃうのか、はい、今置いたところに置いてガードしちゃうのか、うん、ガード、やはり今ブラシを置いているナンバー2の赤の前にガードになる石を置こうかというような素振りは見せていますが、それ4人が集まって考えています。赤、黄色、ダブルで出しちゃうのか、まあ、それはもうなしでガード、ガードですね。やはりガードにしますか。カードのストーンを狙って、なるほど、右手からというふうな考えもあるんですかね、うん、でダブル真ん中か、まずガード前ですね。あのダブル決めたところでまたそこの黄色のストーンにフリーズちょっと強い
フリーズで、押してフリーズになると本当に馬になってしまいますので、ですからもう赤いストーンを押されないように前に置く。しかも黄色も押されないように、はい、黄色見えてるね、ガードの黄色に少し被る感じのガードですね、はい、なるほど。そうすると完璧ですね。まあ、もう隼人松村、チーム隼人松村としては真ん中のナンバーワンをギリギリで守って、もし出されたとしても高校ですから、はい、さあ表情は、表情は歪んだぞ。松村隼人の最後の一投、石はどうか。この表情、やっちゃいけないのは押しでナンバーワンしてしまったダメだけども、どうだ、もう決まりそうだ、決まった、ナイスショー、しっかりと決まった。この表情です。なんとも言えません。いやー、これはいいショットだ。まだそのね、喜び、おっつきという表情ではありませんが、さあどうしましょう、モロスミ、ま、黄色赤、黄色あります、黄色、黄色、赤、黄色、なるほど、縦一直線だから今ちょっとこの曲がりすぎちゃった、もうちょっとずれてれば、はい、心身心はないです。なるほど、一直線にはないと、うん、これはね、心身心あるので、もうこの一投でナンバーワンに置かないと勝ちはないですからね。ないですからね。で、赤をナンバーワンにするにはそれしかないですからね。だから今のはちょっと曲がりすぎちゃった。うん、なのでああいう表情だったわけなんですね。最初話したときちょっと強いのかなと思ったんですけどね、強さ良かったですね。最悪ではなかったけども良くはなかったというような、さっきのスキップ松村隼人の1投目でした。相手にチャンスを与えてしまったね。残すところはあと1投ずつ、エキストラエンドもいよいよ大詰め。さあ先行、最後のショット TM 軽井沢チーム諸角、スキップ諸角雄介のラストショット、これを決めれば1点スチールのチャンスが出てきます。この一投必要なのはナンバーワンを作ること、これは間違いなく必要です、うん、作れなかった時点で終了、はい、このゲームのラストスローになるかもしれません。3時間に迫ろうかというゲーム、さあ諸角の一投どうか、マシン強いウェイト、大きい声が出た、さあ来るか、まずは動かない。この時点で試合終了です。チーム松村勝利となりました。最後1点勝ち越したというような形で7対6、チーム松村が勝利しています。エキストラエンドにわたる長い戦いでした。チーム松村が勝利しています。いや本当に見応えある大接戦でしたね。いや本当にね、一歩一歩ね、本当に見どころ満載でしたね。最後の最後、10時半になろうかというゲームを多く残っていただきました。解説は土屋長尾さんでした。土屋さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ご覧いただきました軽井沢国際カーリング選手権ドロー4、ご覧いただきましたゲーム、勝ちましたのはチーム H 松村、チーム隼人松村、エキストラエンドの末勝利しています。また軽井沢国際カーリング選手権2019、明日も大会予選ゲーム続いていきます。明日の熱戦にもどうぞご期待ください。